ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は欧米諸国のいろんな歴史を紹介するぞ。最初はイタリア美女の残酷エピソードだ。ところで霊夢、イタリアって聞くと、美男美女のイメージがないか？そうね、なんかものすごい濃い顔立ちってイメージがあるわ。実は濃いのは顔だけじゃないんだぜ。ドロドロに濃い悲劇にあった美女がいるんだよ。どのくらい濃い悲劇か知りたいわね。それじゃ、残酷なエピソードてんこ盛りのイタリアの美女たちを紹介していくぜ。よろしくお願いします。まず一人目は、周知攻めにあったお姫様のお話だ。お姫様が周知攻め？山賊か海賊にでもさらわれたの？いやいや、宮廷の陣や家臣たちから恥ずかしい思いをさせられたプリンセスだ。しかもたったの14歳でな。犯罪級のお話ね。詳しく知りたいわ。このお姫様は、16世紀にとある大貴族の家に生まれた。名前はマルゲリータ・ファルネーゼ。聞いたことがない名前だけど、有名人なの？彼女自身は有名じゃないが、ファルネーゼ家は、ローマ教皇やパルマ公爵にもなった名門中の名門。あのミケランジェロもお抱えにしていた、すごい貴族なんだぜ。そんなすごい家のお姫様が、なんで周知攻めに遭うの？事件はマルゲリータ姫が結婚する時に起こったんだよ。結婚相手はマントバ公爵の、ヴィンチェンツォ・ゴンザーガってプリンスだ。まるでおとぎ話みたいな結婚ね。その通りだ。花婿は20歳、花嫁は14歳。二人ともかなりの美形で、お似合いのカップルだったらしい。花婿はモテ男だったそうだが、花のつぼみみたいに可憐な花嫁を見て夢中になったんだ。で、事件はどんな風に起こったの？華やかににぎにぎしく結婚式が行われて、若いカップルは初夜を迎えたんだよ。ところがマルゲリータがひどく痛がって、行為ができない。まだ14歳でしょ？花婿が、忍耐強く優しくしてあげればいいじゃないの。ヴィンチェンツォはその通りにしたんだ。だがマルゲリータが痛がって、2日目も3日目も行為はできなかった。ヴィンチェンツォは宮廷の好奇の目から逃れるために、宮殿から離れた別荘に移って、新妻をいたわった。あら、思いのほか優しいプリンスね。ところが優しく愛撫されても、マルゲリータは痛くて夫を受け入れられない。結婚から1ヶ月経っても、マルゲリータは処女のままだったそうだぜ。当時は滑りが良くなるジェルとかなかったのかしら。あったかもしれないな。とにかく、ありとあらゆる手を尽くしたけど無駄だったそうだ。制約結婚だったから、この事実は宮廷以外にも、他国中に知られることになったんだよ。そんな状況、余計に緊張してうまくいかなくなっちゃうわね。宮廷に戻ったマルゲリータには、かなり恥ずかしい診察が待っていたぜ。宮廷の陣にいろいろ診察されて、お姫様には地獄の日々だったそうだ。そりゃ14歳じゃ当然よ。最初は嫁ぎ先のゴンザーガ家のじいたちが、診察を担当していた。じいたちは、手術しないと無理と半ば諦め気味だったそうだぜ。あの時代の手術なんてすごい痛そうね。で、次はマルゲリータの実家が、医者を送ってくる。それだけじゃ信用ならないってわけで、中立の立場の国の医師まで来ての診察だ。14歳のマルゲリータには、耐え難い日々だっただろうな。婦人科検診が好きな女性なんていないもの。かわいそうなマルゲリータ。どの医者も手術が必要だが、命の保証はないって言ったそうだぞ。夫を愛していたけなげなマルゲリータは、手術を受けると主張したんだ。だがこの状況になった時、マルゲリータの舅が動きを見せたぜ。え？まさか舅が息子の代行をしたとか？さすがにそこまでえげつない話じゃない。マルゲリータに子供ができなかったらマントバ公国の後継ぎ問題になってしまう。だから子供を産める別の嫁を探し始めたのさ。本人たちの意思と関係なく、政治問題になっちゃったわけね。それでもマルゲリータ姫は、断固手術を受けると言い張ったぜ。当時は一度結婚したら、どちらかが修道院に入らない限り離婚ができない。姫が手術を受けるって言い張ってたら、プリンスは離婚、再婚ができないのね。そうだ。というわけでマルゲリータ姫は、実家で手術を受けることを提案された。それを信じたマルゲリータは実家に戻ったんだよ。二度と夫に会えないとは知らずにな。かわいそうに、夫を愛してたんでしょ。マルゲリータを説得するのは大苦労だったらしいぜ。家族だけでは説得しきれず、ローマ教皇庁から弁の立つ枢機卿が派遣された。それでも離婚が成立したのは、なんと2年後なんだよ。意志の強い人だったのね。結局、マルゲリータは修道院でその後の長い人生を過ごすことになったんだ。なんと76歳まで生きているぜ。愛する人と結婚できずに長生きするのも辛い話よ。ところで、このマルゲリータ姫の話に関連した別の残酷な話があるんだよ。マルゲリータ姫に性的欠陥があったのは、明らかだったんだが、姫の実家は婿の方も不能だったんじゃないかって主張したんだぜ。可能性はゼロじゃないわよね。夫婦関係は二人によって成り立つんだから。それで、婿のヴィンチェンツォ・ゴンザーガの男性能力を試すってことになったんだ。というのもマルゲリータ姫の後に、嫁に来ることになったのは、かの有名なメディチ家のお姫様なんだよ。
メディチ家は私でも知ってるわ。メディチ家としては、自分の家の娘に恥はかかせたくない。だから婿が不能じゃないかを、公的に試すって言い出したんだ。男性能力を公的に示すのは、かなりのストレスじゃないかしら。婿側にとっては屈辱的だったんだが、何しろメディチ家の嫁は莫大な持参金付きだ。ヴィンチェンツォ・ゴンザーガは、メディチ家がびっくりするくらい立派に、合意をすると豪語したんだよ。そんなこと豪語されてもね。それでどんな風に進行したの？曲がりなりにもプリンスだから、相手の女性は娼婦ってわけにはいかない。でも、れっきとしたお姫様を使うことは、もっと不可能だ。実験台に使われる女性もいい迷惑ね。結局選ばれたのが、ジュリア・デリ・アルビッチ。貴族の娘だが母親の身分が低い女子だぜ。お姫様らしい響きがある名前だわ。彼女の父親はフィレンツェの有名な貴族なんだよ。でも女子だったから、母親の実家で質素に育っていたってわけだ。アルビッチ家は、メディチ家の縁戚になるくらいの名門で、ジュリアもすらりとした美女だったそうだ。そんな綺麗なプリンセスが実験台にされちゃうなんて。ヴィンチェンツォの相手をしたら、夫を見つけて持参金をつけてもらえるって条件だったそうだぞ。まったく、当時の女性の人権はどうなってたんでしょうね。ジュリアはすでに21歳だったから、冷静に将来を考えて提案を受け入れたんだろう。しかも行われたのはベネツィアだから、ちょっとしたロマンスも期待していたかもな。いくら水の都でも男性能力を試す性行為テストにロマンスなんてあるわけないわよ。まあそういうな。公的な試験だから、舞台はベネツィアのフィレンツェ大使皇帝だったぞ。で、婿殿は、立派に男性能力を証明できたの？それなんだが婿殿は、ベネツィア名物のうなぎ料理を食べすぎたんだ。さらに生ガキと白ワインもたらふく摂取したそうだぞ。それが原因で、いざ試験という時に、下痢になっちゃったんだよ。何それ、笑えるわ。それも公的記録に残ったんでしょ。そう。ヨーロッパ各国が注目していた、男性能力ご披露の場で下痢だもんな。ヨーロッパ中の笑い者になった婿殿は、もう性行為試験はやだと言い出したんだぜ。プリンス、恥ずかしいわ。ところがメディチ家の持参金狙いの彼の父親は激怒。金のためだ、男の能力を示せと息子にけしかけたんだよ。あらあら、パパも大変ね。ジュリアも唖然呆然だ。やる気満々のプリンス様に、どんな手荒いことされるかビクビクしていたら、まさかの下痢だもんな。で、結局どうなったの？その後無事に男性能力誇示試験は行われて、婿殿は合格したぞ。囚人監視の中で性行為したわけ？いや、終わった後に、彼女が流した血を検査したんだよ。わかりやすいように、純白のシーツを使ったという記録もあるぜ。やだ、何それ、婦人科検診より恥ずかしいかも。二人の仲はそれでおしまい？ジュリアは、ヴィンチェンツォの愛人になりたかったようだぞ。もう一晩だけ、共に過ごすことが許されたが、結局ジュリアは家に送り返されてしまったんだ。婿殿は無事にメディチ家の姫と結婚？そうだ。養子はジュリアには遠く及ばなかったらしいけどな。ジュリアはどうなったの？フィレンツェに戻ってから、なんと妊娠が発覚したぜ。え？じゃ、愛人になれそうじゃないの？だがメディチ家がそれを許さなかったんだよ。密かに産み落とされた男の子は、その行方もわかってないぜ。本来ならその子もプリンスなのに。ジュリアは結局、メディチ家に仕える音楽家の妻になったんだ。でも例の試験についてはみんな知ってただろ？だから夫は絶対にジュリアを公の場に出さなかったそうだぜ。実験台にされて暗い人生になっちゃったのね。さて、次に紹介するのはイタリアでは超有名な美女、ベアトリーチェ・チェンチという貴族のお姫様だ。彼女はどんな残酷な経験をしたの？ベアトリーチェは、チェンチ伯爵家という名門に生まれたんだが、彼女の父親フランチェスコ・チェンチがとんだゲス野郎だったんだよ。強欲で暴力的で、ローマでも有名な悪漢だったんだぜ。どんなゲスっぷりか知りたいわ。この父親は死期状況で、妻に12人の子供を産ませているぞ。12人、年がら年中、妊娠か出産してたのね。さらに愛人もうじゃうじゃいたぜ。ベアトリーチェの母は心身ともにボロボロで、ベアトリーチェが7歳の時に亡くなってしまうんだ。12人目の出産に耐えきれなかったそうだぜ。いわゆる産褥死だな。ゲストウちゃんは子供たちをどうしたの？子育てなんか面倒だからって、娘たちは修道院送りにしたんだよ。でも結果的に見れば、ベアトリーチェはそのまま修道院に残った方が幸せだったかもしれない。ということは、修道院を出て家に戻ったのね。ああ。ベアトリーチェが15歳の時、実家に連れ戻されたんだ。だが鼻も恥じらう15歳の美少女に、ジップの目がや銃みたいになったんだぜ。もともと死期状況だったから、その頃には5歳もいたんだけどな。もう想像つくけど、何が起こっちゃったの？父親の横暴に耐えかねて、まず男の兄弟たちがローマから逃亡を始めた。だが兄弟のうち二人は、ならず者との喧嘩に巻き込まれて帰らぬ人となったぞ。逃げても残っても地獄だったわけね。
ベアトリーチェはというと、当時のローマ教皇に手紙を書いて懇願したんだ。自分の身を修道院に戻すか、夫を見つけてほしいってな。ローマ教皇様は対応してくれたの？フランチェスコ、チェンチに罪状を突きつけて、投獄しようとしたんだ。ところが、フランチェスコは大金持ちだ。保釈金を払って、悠々と家に戻ってきちゃったぞ。ベアトリーチェにとっては、最悪のパターンね。でも、そんなことを繰り返していたから、さすがの富豪のチェンチ家も自利品に陥った。ベアトリーチェや姉妹は、嫁ぎたくても持参金がないってことだな。万事休すじゃん。そんな悲劇を間近に見ていた若い家臣が、ベアトリーチェに恋をしたんだ。ベアトリーチェも、藁にもすがる思いで彼と相思相愛になったんだぜ。ようやくベアトリーチェも、青春を謳歌できるようになったのね。ところがその頃から、父親が一気に凶暴化するんだ。二人目の妻も、その連れ子も、日常的にボコボコにされてたらしい。ベアトリーチェ、逃げ場がないじゃないの。そして結局、父親は、娘を無理やり襲ったと伝えられてる。処女性が重んじられた当時、ベアトリーチェにとっては、結婚不可能になったってことだ。ここまで追い詰められたら、何でもしちゃうよね。ベアトリーチェはママ母や兄弟と画策して、まず父親に毒を盛ることを試みたぞ。ところが計画を察したフランチェスコは、娘や召使いに食事の毒味をさせると言い出したんだ。この父親は悪魔だわ。次の計画は、旅行中のフランチェスコを山賊に襲わせることだった。ところがフランチェスコは、この計画も察知して旅行を中止しているぞ。めっちゃ考えいい男ね、この父親。思い余ったベアトリーチェは、近所の鍛冶屋に協力を要請したぜ。鍛冶屋さん？またどうして？細でかいハンマーを作ってもらい、それを凶器にしようとしたわけだ。鍛冶屋の親父も、父親にいじめられっぱなしのお姫様に同情したんだろう。でもクソデカハンマーは、お姫様には重すぎない？その通り。だから実際は、まず兄弟の一人が父親のワインにアヘンを混入。父親がヘロヘロになったところで、鍛冶屋がハンマーで足の骨を折る。最後にベアトリーチェの恋人が、釘で頭を刺したんだぜ。ハンマーで頭をぶち割った方が、早そうだけどね。そしてフランチェスコ、チェンチは、突然に命を落としたってことにしたんだ。ベアトリーチェと兄弟、ママ母は、さっさと父親を葬ったんだよ。これでジ・エンドなら万々歳だけどね。ジ・エンドじゃなかったんだ。ベアトリーチェが持っていた、血染めのシーツから足がついちゃったぜ。さっさと証拠隠滅しておけばよかったのに。当時、父親を手にかけるっていうのは、題材中の題材だったんだよ。ローマ教皇は、ベアトリーチェからの懇願の手紙を何通も受け取っていただろ？で、これは怪しいと睨んで、フランチェスコの遺体の掘り起こしを命じたんだ。気を利かして、見ないふりをしてくれなかったの？してくれなかったんだ。教皇の命令でフランチェスコの遺体が調べられて、事件が判明して関係者は一斉逮捕だぜ。情状酌量はなかったの？そんなもの、あの時代にはない。全員拷問にかけられて自白を強いられたんだよ。ベアトリーチェさんはどうなったの？彼女は縄にかけられ、苦痛や羞恥を伴う拷問をされたそうだ。そして耐えきれずに罪を告白したんだよ。涙なしには聞けないわ。実際、ローマ市民は教皇のやり方に激怒したんだぜ。当たり前だわ。私だって激怒よ。ベアトリーチェには、優秀な弁護人がついて、市民たちも命乞いの嘆願を教皇に送った。ところが弁護人の一人が、ベアトリーチェは父親に無理やり襲われたとバラしちゃったんだ。これを恥と感じたベアトリーチェは、癌としてそれを否定したんだよ。セカンドレイプじゃないの、それ。結局、ベアトリーチェには有罪判決が下り、ママ母と共に斬死刑となった。だが、事件はまだ終わらないんだぜ。ベアトリーチェはもういないのに、まだ何かあるの？18世紀にローマに進軍してきたフランス兵が、ベアトリーチェの墓を暴いたんだよ。彼女の頭蓋骨を、ボールみたいに投げ合ったと伝えられてるぞ。遺体までそんな目に遭うなんて。とにかく、チェンチ一族の悲劇があまりにドラマチックだっただろ？だからスタンダールとか、アレクサンドル・デュマも、ベアトリーチェのことを書いてる。父親の横暴ぶりもショックだけど、ローマ教皇の冷酷さも許せないわね。今でもローマ教皇庁の近くでは、ベアトリーチェの幽霊が出るって話だ。イタリアは幽霊話が少ないから、ベアトリーチェの怨恨と幽霊譚は特に有名なんだぜ。幽霊になっても仕方がない、悲しい人生だったわね。今度は聖人になっている殉教者の話をするぜ。殉教者ってなんだっけ？信仰を捨てずに拷問などで命を落とした人たちさ。大抵の殉教者は聖人に認定されてる。誰が認定するの？そのあたりも含めて詳しく説明するぜ。お願いします。聖人の認定というのはバチカンの天霊碑石賞っていう機関で行われるんだ。2016年にはマザーテレサが聖人に認定されたな。じゃ、聖人は増え続けているのね。聖人認定が大好きなローマ教皇の時代は特に増える。
二代前のヨハネ・パオロ2世の時代には482人も聖人認定がされたんだぜ。前ローマ教皇のベネディクトス16世の時代は44人。現教皇も現在進行形で聖人認定者を増やしている。一体聖人って何人いるのよ。実在したのかわからない聖人もいるから、とにかくたくさんだな。カトリック教会では毎日丸々聖人の日を制定しているが、365日じゃ足りないから11月1日を諸聖人の祝日にしてじっぱひとからげで祝ってる。真面目な話なの？真面目な話だぜ。あまりに増えすぎたから、過去には聖人のリストラも行われてる。聖人会も厳しいのね。おまけに聖人のレベルもある。例えばベネチアの守護聖人は聖マルコだけど、当初は聖テオドロスが守護聖人だった。それがどうして聖マルコになったの？828年にベネチアの商人がアレキサンドリアで聖マルコの墓を発見した。聖マルコはイエスの直弟子の一人だからもちろん聖人としては最上級。商人は聖マルコの遺体を盗み出してベネチアに持ち込んだ。え、墓泥棒じゃないの？ところがどっこい。聖マルコの遺体を持ち込んだ商人は英雄扱い。この時からベネチアの守護聖人筆頭は聖マルコになったというわけさ。あまり神聖な感じはしないけどね。こういう聖遺物は中世の教会にとって、信者と献金を集めるための有効な手段だったんだぜ。だから中世のヨーロッパには、聖遺物を専門にする悪徳商人が横行していた。今でもその聖遺物を祀ってるの？そう。宝石なんかで飾ってな。イエスが最後の晩餐で使った皿とか、イエスのゆりかごの一部だった藁なんてのもある。何度も聞くけど真面目な話よね。どこの教会も超真面目に飾ってるぜ。ちなみに聖人が守護するものは、バチカンの典礼史跡章によって決められている。どうやって決めるの？まずは聖人の出身地の町は有名になったその聖人を守護聖人にする。あとは殉教した時の事情によってだ。例えば生きながら網の上で火炙りにされたセイラウレンティヌスって聖人がいる。その聖人さんは何を守護しているの？彼が守護するのは、料理人、菓子職人、消防士、ガラス職人。つまり網焼きとかグリルとか火に関する職業さ。それも真面目な話なの？もちろんだ。セイラウレンティヌスは大抵闇を手にして描かれている。彼は火事から人々を守る聖人でもあるぞ。守護聖人を決めるのってなんだか楽しそう。こういった聖人の聖遺物もあっちこっちの教会に残ってるんだぜ。聖遺物っていうのは、聖人ゆかりのものだ。仏教で言うなら仏舎利みたいなものかな。ということは聖人の骨が残ってるわけ？骨だけじゃないぜ。セイラウレンティヌスの霊を見るならバチカンに彼の血が残ってるらしい。ただの言い伝えなんだろうけどな。他にも各地に彼の皮膚や油なんてのも残ってる。さすがにちょっとね。こういう聖人たちの人気は地域や時代によっても変わったらしいぜ。まあ地元の聖人は不動の人気を誇るらしいがな。カトリック信仰が厚い南イタリアでは、守護聖人の名前を子供につけることが圧倒的に多い。じゃ、同じ名前ばかりになるじゃないの。その通りだ。ナポリに行けば、守護聖人の名を取ったジェンナーロが山ほどいる。日本で七五三にあたる洗礼式も、聖人の名前がついた子供しかできないんだ。え？じゃ、キラキラネームなんて生まれようがないのね。聖人についてはこんな感じだ。ここからは聖人になった殉教者の殉教事情を紹介するぜ。イエスが十字架にかけられたみたいなやつ？そんな名前優しいもんじゃない殉教もあるぜ。まず紹介するのは聖アポロニアだ。名前は綺麗な聖人ね。この聖人はなんと、歯を抜かれて殉教した。カトリックの国で歯医者に行くと、聖アポロニアの絵が飾られていることもある。悲痛に悩む人を助けてくれる聖人ってわけだな。ご利益があることを祈るわ。聖アポロニアの歯を聖遺物にして祀っている教会もあるぜ。次は聖アガタだ。この聖人は胸部を切り落とされて、殉教してるんだぜ。聖アガタはお盆に乗せられた、二つの乳房と一緒に描かれる。似たような形のプリンがあった気がするわね。聖アガタは乳房の病気に苦しむ女性や、看護師の守護聖人だ。聖アガタはシチリア島出身の聖女で、シチリアでは絶大な人気があるんだぜ。オラが村の商人様みたいな感じね。もちろん聖遺物もあって、聖アガタのベールが残ってるんだぜ。シチリアのエトナ火山の噴火も聖アガタの殉教の直後に起こったと伝えられてる。地元密着型の聖女なわけね。どんどん紹介するぜ。次は聖人バルトロマイだ。英語だとバーソロミューになる。なぜかわからないけど、手に肉球がある気がするわ。バルトロマイは皮膚をペリッといかれて殉教。有名な聖バルトロマイの絵はミケランジェロが最後の審判に描いてる。一説には創作に悩むミケランジェロの自画像なんて言われてるんだぜ。芸術は爆発だもの。靴職人、皮なめし職人、手袋職人、製本業者、毛皮職人、仕立て屋などなど。バルトロマイが守護する職業は皮や皮に関するものばかりだ。殉教の仕方を考えると、なんだかあまりいい趣味には思えないわね。ギリシア時代から続くお仕置き道具で殉教した聖人もいるぜ。
例えば聖アンティパスって聖人だ。どんな殉教だったの？ファラリスの王子というお仕置き道具で殉教したんだ。名前の通り王子の形をしている道具で、ブロンズの王子の中身がくり抜かれていて受刑者はその中に入れられ火炙りになる。王子の形の意味は？火に炙られている人の断末魔が牛の鼻から外に響くようになっているんだ。シチリア王のファラリスが考案したからファラリスの王子と呼ばれてる。実際にヒジリアンティパスが、牛の中に入った絵も残ってるんだ。この聖人さんは何を守護しているの？実は特に守護するものはないみたいだ。そういうパターンもある。殉教者の中には、13歳の女の子もいた。そんな少女が殉教したの？そう。バルセロナの聖エウラリアは残酷な拷問で殉教している。まずエウラリアは釘がいっぱい入ったガラスの入れ物に入れられて坂道を転がされた。だがこれでは殉教しなかったから、今度は胸を切り取られた。聖夜型みたい。それでも殉教しなかったので、次は十字架にかけられた。それでも結局殉教しなくて、最後には首ちょんぱだ。13歳の女の子が痛ましい。彼女の最後の瞬間に、白い鳩が飛び立ったという伝説もある。彼女はバルセロナの守護聖人で、船乗りと水不足解消の守護聖人。え？理由は何？いや、理由はわからない。だがバルセロナでは大変な人気があって街中に聖エウラリアの像があるらしいぜ。次に紹介する聖セバスティアヌスも西欧では大人気だ。どうして人気なの？両手を縛られて、矢を体中に受けるという拷問をされるんだが、それが妙に色っぽかったからだそうだ。やられている本人はたまったもんじゃないわ。聖セバスティアヌスは元兵士だったことから、中世ヨーロッパの騎士たちに人気だった。それから彼は体中に矢を受けただけじゃ、殉教しなかった。逆ハリネズミ状態になった後は、果てるまでタコ殴りだ。やりすぎよ。また、彼は黒死病予防の聖人だったから、中世ではますます人気者になった。あと相当な美男だったそうだな。美男の聖人といえばヨハネが有名だが、セバスティアヌスもいい男だ。美形の殉教者なんてドラマチックだものね。聖セバスティアヌスは警察官、旧兵、苦しむ人などの守護聖人だぜ。それだけじゃなく同性愛者の守護聖人でもある。え？キリスト教会的に同性愛って大丈夫なの？まあ正式に同性愛者の守護聖人に認定されたわけじゃないからな。民間信仰みたいなレベルの守護聖人だ。なるほどね。彼の存在は文学や芸術にも大きな影響を与えている。ボッティチェリやダリなんかが、聖セバスティアヌスを描いているし、三島由紀夫も聖セバスティアヌスの格好で、篠山紀信に写真を撮らせてる。大先生たちを魅了する色気があるってわけか。こうやって見ると、あらゆる職業や人に守護聖人がいるわね。カトリック教会は聖人が大好きだからね。2002年には当時の教皇が、インターネットに関わる人の聖人を制定したんだぜ。時代の流れにも敏感なわけか。そう。選ばれたのはセビリアの聖イシドールスだ。彼はものすごいインテリで人類史上初めての百科事典を作った人とされている。中世初期の神学者だがな。インターネットとは無縁っぽいわね。他にも変わったものを守護する聖人はいる？いるいる。網焼きにされたからレストランの守護聖人になった聖ラウレンティヌス。聖ベネディクトスは修道院内に醸造所を作ったからビール関係の守護聖人。日本のサラリーマンも拝まないとだわ。飲みすぎた時は、聖ビビアーナが二日酔いの守護聖人だ。サンタクロースのモデルとされる聖ニコラオスは、海軍や酒屋や子供の守護聖人だが、最近ではベジタリアンやヴィーガンの守護聖人にもなってる。キリスト教の国って、こういう聖人を意識して生活してるの？一般的に聖人を大事にするのはキリスト教で共通だ。だが、カトリックは旧約聖書に登場するもの以外にも、神の使いがいると考えているのに対して、プロテスタントは聖書にない聖人は、聖人じゃないだろって考え方らしい。ちなみに町の守護聖人の祭日は学校も会社も休みだぜ。え？マジで？教皇庁があるローマには、聖ペトロと聖パウロの二人の守護聖人がいる。二人の祭日6月29日はローマの学校と会社はお休みさ。いいわね。田舎町になると守護聖人の祭日は宗教行列を行ったりしている。日本でいうと氏神様みたいな感覚なんだろう。なるほどね。ということで守護聖人や、殉教者についての説明はこんなところだな。殉教事情はちょっと怖かったわ。でもあらゆるものに守護聖人がいてかなり興味深かった。カトリック教会は一神教だけど、多神教時代の流れが受け継がれたのが、この山ほどいる聖人って説もある。確かに。神様は一人でも聖人たちは大勢いて賑やかね。ヨーロッパに行く機会があれば、教会が大事にする聖人の聖遺物にも注目だぜ。聖人の血とかイエスのお皿とかね。お次は異端裁判についての話だ。魔女裁判というのはよく聞くけど、魔女裁判も異端裁判の一つなんだぜ。あ、そうなのね。発端はシンプルなのに、徐々に残虐化したのが異端裁判だ。異端って言葉そのものがおどろおどろしいけど実際はどんなものなの？
異端という言葉自体は、古代ギリシアからあったんだぜ。ところがキリスト教の時代になって、正しくない文化を破門するって動きが出てきたんだ。それが異端の始まりね。破門されるだけなら怖くないわ。キリスト教における異端という概念は、実は2世紀頃にはすでにあったらしい。異端裁判の登場は随分後なの？異端裁判は中世に生まれたシステムで、文字通り異端分子を炙り出す方法だったんだ。どんなものが異端だったのかしら？それは後で説明するが、難色や狂気なんかも異端とされたみたいだな。異端ってなんか怖いイメージがあるわ。初期のキリスト教会では、異端のグループは破門するだけで済んだんだが、12世紀頃からは異端分子を炙り出すための裁判や審問が行われるようになった。それが残酷だったのね。自白を引き出すための拷問もあったしな。やがて異端者を告発する人は保護され、異端とみなされた人は火炙りになる時代が訪れる。そのイメージが定着したわけね。でも、なぜ12世紀頃に異端裁判が本格化したのかしら。キリスト教会内にいろいろな分派が登場して、派閥間の争いが激しくなったからだぜ。あら、キリスト教信者同士で争い？宗教にはありがちだぜ。仏教だって西と東の本願寺で、仲が悪いところもあるだろ。確かにね。でもそこまでする？そのあたりがヨーロッパ中世的なんだな。カタリ派とワルド派って宗派が特に異端視されて、カトリック教会はそれ以降異端アレルギーになったぜ。カタリ派とワルド派はなぜ異端とされちゃったの？実はワルド派は正当なカトリック教会と、それほど大きな教義の違いはないんだぜ。でも違いはあったんでしょ。せいぜいが、幼児洗礼を拒否するとかそんなものだ。それだけで異端視して裁判ってひどいじゃないの。要は教義云々じゃなくて修道士間の争いだったんだろ。実際ワルド派は1179年に教皇に、正しい宗派として認めてくれってお願いしてる。認めてもらえなかったんだ。拒否された理由は不明だが、一つは極端な聖品主義にあるとも言われてるぜ。聖品、結構な話じゃないの。キリスト教徒としては、教皇様なんて贅沢大好きが多かったから気に入らなかったのかもしれない。案外俗っぽいのね、キリスト教会。カタリ派が異端視されたのは二神論が原因だ。二神論って何？良い神と悪い神がいるって説。それはちょっとキリスト教的じゃないわね。結局カタリ派も新たな修道会の創設を、教皇に願ったけど却下された。彼らは13世紀に全員焼かれて消滅したんだぜ。異端になれば滅ぼしちゃうって過激だわ。聖書では悪とされていても、相手がキリスト教徒じゃなければ、そのルールも当てはまらないわけだな。勝手すぎよ。とにかくカトリック教会内でも教義をひねくって、あれがダメ、これはいいって論争が激しかったんだぜ。その結果が異端裁判の誕生ってわけね。何しろ教皇庁直属の裁判組織だったから、修道士たちも威張り腐っていたんだぜ。感じ悪いわねー。最初は宗派同士の派閥争いみたいな感じだったのに、だんだん異端の概念が変わったわけか。変わったというより広がっていったって感じだな。例えばどんな風に？異教時代のカルトや儀式、女性たちが何世代にもわたって伝えてきた知恵、難色などなど、正しいキリスト教徒を腐敗させる要素は、すべて異端とみなされたんだよ。別に他人に迷惑をかけるような行為が含まれているようには見えないけど、カトリック教会は男性しか修道士になれないから、圧倒的な男性優位の社会だったんだ。モラハラ、パワハラだらけだったわけね。ところで異教時代のカルトって何？異教時代にはたくさんの神々がいただろ。彼らは庶民の生活に密接していたんだ。例えば12月25日は太陽神の祭日で、この日から昼間の時間が長くなるとされていた。それってクリスマスじゃない？そう。一年で一番大事な太陽神の祭日を、イエス・キリストの誕生日に当てはめたわけだ。ちょっと待って。イエスの誕生日は12月25日じゃないの？現代の学者たちは、その可能性は低いって主張してるんだぜ。ひえー。びっくり。異教時代からの暦をキリスト教会も引き継いだから、実はキリスト教の時代になっても、多神教時代の風習は結構残っていたんだよ。例えばカーニバルもその一つだな。カーニバルって、仮面をつけたり踊ったりするあのお祭り？そう。大抵は2月で復活祭前の節制期間に先立ってどんちゃん騒ぎすることになってる。このカーニバルは実は、古代ローマのサプルヌス祭りが起源なんだぜ。ということは宗教が変わっても名前が変わるだけで、イベントはそのまま残ったわけ？その通りだ。そういう風習が多かったのに異端裁判では、多神教の儀式を行った人が告発されたりしたんだよ。随分と矛盾した話だわ。だから人々から恐れられるようになったのさ。昔ながらの知恵を伝える女性たちも同じ理由で裁判にかけられたのね。薬草とか庶民の知恵とかがある女性は、悪魔と契約してるとか言われたんだぜ。これが魔女裁判と呼ばれるようになった。かわいそうな女性たち。実際、魔女裁判が盛んだった中世の時代に、
女性たちが代々伝えてきた薬草や民間療法の知恵が失われたって言われてるんだぜ。当時は識字率も低かったから、こうした知恵も交渉がほとんどだったからな。悲しい話だわ。ヨーロッパ各地には、異端裁判の記憶を伝える町がいくつか残ってるぞ。町ごと被害に遭ったの？まあそんな感じだな。例えばイタリアのトリオーラという地区は、魔女の町と呼ばれてるんだよ。女性だけじゃなくて子供や男性も、異端裁判にかけられてひどい目に遭ったんだぜ。それも教皇庁の異端裁判所の主導？その通りだ。きっかけは1500年代に、この地で起こった干ばつと飢饉だった。異端裁判所はそんなところにも目をつけて、イチャモンをつけてきたんだよ。で、何が起こったの？干ばつを誘発したとかいう罪で、老女や子供まで逮捕されたんだぜ。これには町の役人もジェノバ政府や、教会に苦情を送った記録が残ってるぞ。町の役人の方が人間的だわ。トリオーラは山奥の静かな小さな町だが、この大騒動で逮捕された者の中には、自ら命を絶つ者まで出たんだよ。恐るべし異端裁判。もちろん拷問で命を落としたという報告もあるぞ。あまりに過酷なのでジェノバ政府も、教皇庁に取りなしを頼んだぞ。だがこれが逆効果だったぜ。裁判は激化して、挙句の果てには、疫病も動物の死もすべて異端者の責任になった。ただの弱い者いじめだわ。人間を食べたって告発までされたんだぜ。トリオーラの町もジェノバ政府も、苦情に次ぐ苦情を教皇庁に送ったが、女性も子供も見境なく火炙りにされた。同じ人間とは思えない。当時の教皇パウルス4世は、残虐なことで有名だったんだよ。苦情が来るたびに頭が固く、人間性の欠如した修道士を町に送ったって話だぜ。この教皇こそ処刑されるべきね。この事件がきっかけかわからないが、トリオーラは権力に屈しないという伝統で知られるようになるんだ。後にサボヤ家やナチに責められるが、徹底抗戦してるんだぜ。異端裁判が残した遺産ってことかな。でも結局、町が丸ごと火にかけられて、今も焼け焦げた壁なんかが残ってるんだぞ。異端裁判では拷問も多かったそうだけど、そう。自白を引き出すためとか、頑強に告発内容を否定する人には、精神的かつ肉体的な拷問が課されたぜ。どんな拷問？長期の断食を課されたり、睡眠を与えられなかったりとかだな。現代だったら大問題ね。それが数年に及んだこともあったそうだぜ。基本的に拷問の方法は裁判官が選択できたぞ。教皇庁が定めた拷問の方法は主に4つだ。そんなものまで定めてくれなくていいんだけど。一番軽い拷問は鞭打ち。次は拷問台。車輪とか椅子とか使ったものだ。3番目が釣り落とし。そして炭火の刑だ。ここに足かせとか水攻めも加わっていくぞ。拷問のバリエーションが増えたわけね。実際に苦痛を与えるだけじゃない。拷問の道具は見るからに恐ろしく、視覚的効果も狙ったそうだ。痛い目に遭う前に自白した方が体は楽ね。そして拷問は基本的に、裸にされて行われていたんだぜ。女性にはそれだけで恥辱だわ。おどろおどろしい拷問道具を見せられ、裸にされて心理的に追い詰められていくわけだな。少しずつ苦痛が加えられていくんだが、それを記録する修道士がいたんだ。自白を少しでも口にしたら、すぐに記録できるようになっていたわけだぜ。淡々と記録する人もなんか怖いわね。実は初期のキリスト教会は拷問に反対していたが、問題なし、ってなったのはやはり中世なんだよ。1252年の教皇勅書で、正式に手段としての使用を認可したんだ。実際にどんな風に拷問が行われたのかな？よく使われた道具の一つは車輪だ。車輪のカーブに沿わせるように人間を縛り付け、車輪を回して背骨を、キャー。さらに下から火をつけて熱で自白を引き出したんだ。鉄の針が座る部分に取り付けられた椅子も、よく使われたそうだぜ。自分の重みで針が体に刺さるのね。もちろん立ち上がれないように、鉄の鎖で体は固定されてるぞ。ペンチや、やっとこも拷問道具の王道だな。何に使うの？単純に肉や皮をつまむんだぜ。時にはそのペンチや、やっとこを熱して使ったという記録もあるぞ。私ならすぐに吐いちゃうわ。女性には水攻めの拷問が多かったそうだな。椅子に人間を縛り付けて、クレーンみたいな道具で水の中に落とすんだ。よくもそんなことができたものだわ。ひどいと沼地で行って、泥を吸わせることもあったんだぜ。さらに水攻めは、極寒の時期に行われることが多かったぞ。寒い。だから実際は、溺れるよりも、凍える人がたくさんいたって話だぜ。火炙りも同様に多かったぞ。体にラードやオイルを塗られて、火にかけられるんだ。なんかもう聞いてるだけで耐えられないわね。拷問の後の扱いもひどくて、火炙り後の灰は川に流されたんだよ。ちなみに拷問における禁止事項もあったんだぜ。一体何を禁止されてたの？手足を切断するとか命に直結する行為さ。それから半時間以上攻めくを加えることも禁止されてたんだ。
これまた簡単に命を落とさないようにシステム化されてたのね。これもあくまで教皇庁が、規則違反を考慮して定めただけだな。現場では何が起きていたかは、それこそ神のみぞ知るってところだぜ。実際はひどいことが起きていたと想像できる状況だわ。教皇庁は異端裁判所に全権を移譲していたから裁判官はやりたい放題さ。ところでさらにひどいことがある。異端者の自白は自発的にされる必要があったから、実際に行われた拷問もなかったことにされたらしい。じゃ、実際には伝えられている拷問よりひどかった可能性もあるのね。そういうことさ。これ以上残虐なことは思いつかないけど、そのうち隠れた文献が発見されたりしてね。その可能性はゼロじゃないってことだ。こんな拷問がエスカレートした挙句、とんでもない手術も行われたらしい。とんでもない手術って？狂気を治す手術だぜ。狂気は原因がわからないから変な迷信があったんだ。ハリーポッターに賢者の石って出てくるだろ？その賢者の石と対をなす、狂気の石というものがあって、それが人間の狂気の原因だなんて言われてたんだぜ。突拍子もない説ね。さらに突拍子がないのはその狂気の石が、頭に埋め込まれていると信じられていたんだよ。へぇ？その狂気の石を除去する手術が行われていたのが中世だ。当時の人々も狂気が異端扱いされてこんな手術を受けるのは変だって思うこともあったらしいぜ。でしょうね。実際にこの手術が行われた後どうなったのかは文献にも残ってないんだが、こんなことを強制する教会への風刺画もたくさん書かれた。庶民はいつの時代もたくましい。例えば日本でも有名なヒエロニムス、ボス。彼は狂気の石の代わりにチューリップを描いてる。スペイン語のチューリップはボスの母国語では愚かを表す言葉だったからだそうだ。なかなかやるわね、ボス。教会の異端裁判というのがだんだん過激化していったことへの抗議かもしれない。手術を施した医師たちは悪魔の帝国と戦う立派な人なんて扱いをされてる。患者のその後は誰も気にしてないのにね。やぶ医者でも異端と戦えば、天国行きは保証されたんだろうな。続いては昔のヨーロッパで実際に行われていた、女性用の拷問について解説するぜ。そんなものがあったのね。女性の大事な部分を破壊するほどの、強烈な拷問器具が存在したんだよ。さらにヨーロッパの拷問器具は、装飾が施してあるものが多く、芸術的な見た目の器具が多いのが特徴なんだ。残酷な拷問器具に芸術性も同居してるなんて、拷問器具を考えた人って、かなりなしくじり人格者だと思うわ。さて中世ヨーロッパでは、いろんな方法で拷問や処刑が行われていたが、その中でも拷問は異端審問や魔女裁判で罪の自白をさせる目的があったんだよ。だが実際は罪を認めるまで拷問が続くから、事実でなくても罪を認める人が続出したんだぜ。それって捕まった時点で有罪じゃん。拷問する意味ってあるの？それが中世ヨーロッパでは、罪を犯していないなら自白はしないはずで、拷問で自白するなら事実とされていたんだよ。むちゃくちゃな理論ね。苦痛から逃れたくて、事実でなくても罪を認めちゃうわよ。そうなんだぜ。特に魔女裁判では、一度魔女として捕らえられると、無罪にされることはほとんどなかったという。うわぁ、魔女狩りで捕まったら魔女確定だね。魔女狩りが盛んだった16から17世紀は、大迫害時代とも呼ばれ、魔女として処刑された人は、男女合わせて6万人近くにも上ったぞ。もしかして、かなりの人数が冤罪だったりして。そうだな。地震が起きたり家畜の死すら、魔女の仕業だと思われた時代だったからな。魔女狩りは、社会が不安定な時に民衆の間で起こったと考えられているんだよ。猫を飼っている、一人暮らし、友達がいない。こんな理由でも捕らえられたりしたんだぞ。私、中世のヨーロッパに生きていたら、魔女にされちゃうわ。私もだぜ。だが、女性が拷問を受けたのは魔女裁判だけじゃない。姦淫や不倫などの性に関する罪や、自ら堕胎を行ったりさせたりした場合も対象になったぜ。それって女性だけの責任じゃないこともあるのに。確かにな。そうそう、言い忘れたが、自白のための拷問は見せつける意味もあったんだぜ。え？見せつけるって誰に？この後拷問が待っている人たちだ。拷問器具の説明をしたり、目の前で行われる恐ろしい拷問を見せたりして、早期の自白を促していたんだよ。なるほど。さてここからは女性用に使われた拷問器具を、具体的に紹介していくぜ。まずは拷問器具では有名な、鉄の処女を紹介しよう。少女の頭がついている、鉄の棺を立たせたような拷問器具よね。そう、別名でアイアンメイデンとも言うが、イギリスのメタルバンドのことではないぞ。わかってるわよ。鉄の処女は木製のものと、鉄製のものがあるが、どちらも扉の内部に、長い針がいくつも設置してあるのが特徴だな。棺の中は人が一人入る構造になってて、扉をゆっくり閉めていくと、長い針が体のあちこちを貫くのよね。そうだぜ。鉄の処女は処刑でも使われていたが、体の各所を貫く針によって血が流れ続け、
やがて失血して絶命するから、すぐに楽になれたわけではないんだぜ。長い時間苦しみ抜いて処刑されるなんて、残酷だわ。時には重い扉を開閉することで針が傷口に何度も刺さり、罪人をより苦しめたそうだ。ひぃ？痛い痛い。鉄の処女の扉は左右に開閉可能で、驚くことに床が開く落とし穴構造にもなっていたんだ。だから体から流れ出た血液は、外に漏れずに下に落ちていくんだぜ。あら便利。じゃなくて、そんなからくりがあるなんて知らなかったわ。床が抜けたら、いくつもの針に刺さったまま宙吊りってことよね？そうだぜ。だが罪人が鉄の処女の中で宙吊りになる頃には、すでに絶命しているということなんだぜ。まるでからくり人形みたいな構造ね。中世のヨーロッパに、そんな手の込んだ拷問器具があったなんて驚きよ。実は現存する鉄の処女は、19世紀以降に作られたレプリカなんだ。そうだったの？拷問器具の展覧会ではおなじみの拷問器具よね。だが史実では、鉄の処女が公的に存在したという記録は残っていないんだ。そのため、実際に刑罰で使われたのかは疑問視されているぞ。でもさ、鉄の処女は元になる拷問器具があったから、レプリカが作られたんじゃないの？うむ。地獄の樽という、酒でしくじりを犯した罪人に着せる空洞の樽が、鉄の処女の原型だと言われているぜ。ふーん。それがなんで内部に針がついた拷問器具の鉄の処女になったのかしらね。実は古代ローマ時代に行われた処刑法や、1515年に偽金作りをした罪人への処刑法などに、鉄の処女に似た拷問器具が使用された記録が残されているんだ。へえ。じゃあそれをもとに、19世紀になって鉄の処女を作った人がいたってこと？というよりも、鉄の処女は小説や創作物に出てくることがあって、レプリカが作られたんだぜ。だから、実際には使用されてないのでは、という見解なんだ。拷問器具として有名だけど、使われてたかどうかははっきりしないんだね。だがな、鉄の処女はエリザベート・バートリ伯爵夫人が使っていたんじゃないかとも言われているんだぜ。エリザベート・バートリって、漫画のベルバラ外伝に出てきた、キャラクターのモデルになった人よね？そうそう。吸血鬼ドラキュラのモデルにもなっている人物だぜ。エリザベートは近隣の若い娘や貴族の娘を誘拐し、鉄の処女を使って処女の血を集めたという。確か、自分の美貌を保つためだったとか。エリザベートの鉄の処女は改良したもので、血液がバスタブへ注がれる構造になっていたんだ。一説によると、エリザベートの鉄の処女は、精巧に作られた女性型の人形で、微笑むこともできたそうだぞ。ベルバラ外伝に出てくるリオネルみたい。だが、エリザベートの鉄の処女も、正確な記録ではないから、本当に使用していたかは定かではない。ただ、少女の指や性器を切り取るなど、何百人もの少女たちへ行った虐待行為は事実なんだぜ。私利私欲のために女性が女性を拷問するって、恐ろしすぎるわ。次に紹介するのは女性器を破壊する拷問器具で、苦悩のなしとユダのゆりかごという器具だ。まずは16世紀から18世紀に使われたという、苦悩のなしから解説するぞ。はい。苦悩のなしは手のひらサイズの鉄製の拷問器具で、文字通り見た目が用なしの形状をしているぜ。苦悩のなしは手元にあるネジを回すと、なしの部分が開いていく構造になってるんだ。どうやって使うの？苦悩のなしは、罪によって使う部位が違うんだが、共通するのは体の内部を破壊することなんだぜ。例えば髪を冒涜した罪では口に、当時異端とされた同性愛の罪では肛門に使用された。つまり体の穴に入れて、なしを開いていくってこと？そうだぜ。なしが限界まで開くと口が裂けたり、肛門から直腸まで破壊されたりしたそうだ。ぎえ？せめてお口用と肛門用の苦悩のなしは別々にしてほしいわ。なお苦悩のなしの女性への拷問は、魔女狩りで捕らえられた場合に、膣に対して使われたぜ。膣に苦悩のなしを入れて広げると、膣がズタズタに傷つくんだ。時には火で熱して使ったぞ。ひぃ？魔女かどうか自白させるために、なんでそこまでするの？当時は女性が悪魔と交わると魔女になる、と思われてたからだぜ。悪魔と交わった女性への罰や、悪魔との子を誕生させないという意味があったそうだ。人間が作り出した迷信って、時に残酷で無意味な行為につながるわよね。だがな霊夢、苦悩のなしもまた鉄の処女と同じように、実際に使われていたのかどうかは、疑問視されているんだ。そうなの？うむ。なぜなら当時の苦悩のなしの作りに比べて、人体の強度の方が勝っているからなんだ。つまり、拷問器具として成立してないってこと？そう。だから苦悩のなしはこういう拷問をすると見せて、恐怖心を煽るために使われたという説もあるんだ。また苦悩のなしは本来、出産の時の医療道具として使われていたのではという説もあるんだぜ。ああ確かに、苦悩のなしって健康診断の時の検査器具に似てる気がするわ。では次に紹介するのはユダのゆりかごだ。これも女性器を破壊する拷問器具だぞ。スペインで発明されて、
中世ヨーロッパではよく使われていた拷問器具だ。どんな拷問なの？容疑者はまず裸にされ、両手を後ろに縛られる。そして天井から吊るされるんだ。なお、お尻の下のあたりには、三角の突起がついた三脚が設置してあるんだぜ。え、待って。すごく痛いことが起こるやつでしょ、それ。容疑者が縛られているロープは上下できるから、ロープを下げると陰部や肛門に突起が食い込むんだ。拷問の仕方は二通りあって、痛みをより強くする拷問と放置する拷問があったぜ。痛みを増すなら手足に重りをつけたり、ロープを上げ下げしたりするってことよね。放置するのは、容疑者の体重で食い込ませるってことかな？ご名答。霊夢は立派な拷問人になれるな。やめてちょうだい。実際には日中は痛みを加え続け、夜間は放置する方法が取られたそうだぜ。ちょっとでも気を抜くと地震の重みで、突起が陰部に食い込むから、眠ることもできないんだ。早く自白しないと辛いだけね。そう。ユダのゆりかごは、自白するまで何日も行われるからな。しかも三角錐は洗わないで使い回すため、傷口からの感染症で命を落とすこともあったんだぜ。ここまでひどいことを思いつく、人間の残酷さってすごいわ。ユダのゆりかごは魔女の鎖とも呼ばれて、女性の拷問器具として使用されることが多かったそうだ。なお日本でもキリシタンに使用されたそうだが、類似した器具の三角木馬の方が広く知られているよな。三角木馬って、SM なプレイをするお店に置いてあるイメージよ。女王様の道具だな。なお、ユダのゆりかごという名前は、神に背く者は三角のベッドで眠れという意味があるんだぜ。形状はベッドじゃないし、眠れないし。実は、現代でも外国の一部の地域で用いられているという説もあるんだよ。マリサ、女性に対する拷問って下半身を痛めつけるものばかりなの？いや、女性の拷問には、バストへの拷問もあったんだ。それがブレストリッパーと呼ばれた、乳房を破壊する拷問器具だ。拷問器具って、とことんしくじり器具ばっかりね。ブレストリッパーは中世のドイツで作られた、女性専用の拷問器具だ。見た目はトングのような形状で、先端が二股に分かれてワシの爪のようになっているぜ。その鷹の爪部分でバストを掴むんだ。想像しただけで、痛すぎるわ。ブレストは乳房、リッパーは切断や切り裂くという意味があるから、文字通り、乳房をちぎり取ってしまうこともあったんだぜ。ひぃ？痛い。容疑者の女性はまずバストを出され、ブレストリッパーでがっちりバストを挟まれる。そして拷問人は、ねじったり、引っ張ったり、掴み上げて引き裂く拷問を与えたんだ。まさかだけど、苦悩のなしみたいに熱して使ったりもしたの？もちろん。熱したブレストリッパーは、想像を絶する苦痛を与えたそうだ。想像するのもきついわ。さらにブレストリッパーの改良版で、スペインの雲と呼ばれる拷問器具もあったんだぜ。これは先端の爪の数がさらに増えたもので、バストを挟んで上から吊るすものなんだ。ええ、それって全体重がバストにかかるってことよね？そうだぜ。だから重みに耐えられなくなり、バストがちぎれてしまうんだ。スペインの雲は、拷問人の負担がかかりづらい器具だったそうだ。よくそんなひどい仕打ちが思いつくわね。スペインの雲は改良版じゃなくて改悪版だわ。本当だぜ。拷問は人類の汚点だと私は思っているぞ。うんうん、私もそう思う。中世ヨーロッパの拷問の中には腹を裂き、腸を取り出して棒に巻きつけたり、人間の皮を剥いでいったりと、想像を絶する拷問もあったからな。もはや人間扱いしてないわよね。霊夢、女性の拷問器具の主だったものは異常になるが、最後に霊夢に共和国の結婚という拷問を紹介するぜ。共和国の結婚？うむ。これは中世ヨーロッパではなく、フランス革命の時代に行われた処刑法なんだ。一つの都市で起こったことなんだが、短期間に大勢の人たちが残虐に処刑されたんだぜ。詳しく教えてよ。OK。時はフランス革命の末期、1793年11月から1794年1月にかけて、なんとという都市で行われた拷問処刑だ。革命末期のフランスって、ベルバラにも登場した革命家のロベスピエールが、恐怖政治を行っていた頃かな？ご名答。ジャコバン派の山岳派に属する議員の、カリエという人物が政治犯を次々と処刑したぜ。山岳派なんて、学校の登山部みたいな名前だね。議席の一番高い場所にいたことから、ついた名前なんだぜ。カリエは革命軍に従わない者を、老若男女、子供を問わず、次々と処刑したんだ。フランス革命の終わり頃って、行き過ぎた感じがあるから、そんな処刑が行われてても、おかしくはないかも。カリエの行った処刑は、衣服を脱がせた男女をペアにして縛り上げ、次々と川に沈めたんだ。男女のペアは子供、若者、老人って分けられたそうだ。大勢の前で裸にされた挙句、一人じゃなくてペアにしたことに恐怖を感じるわ。時には沈める前に剣で刺したり、泳いで逃げようとする者を銃で撃ったりしたそうだ。容赦ないね。もしかして男女ペアにされたから、共和国の結婚って名前がついたの？その通り。
なんとで処刑された人たちは2600人、いやそれ以上いたとも言われているぜ。大量虐殺を行ったカリエは後に告発され、パリで処刑されているぜ。当然よ。簡単にほふられた人たちを思うと、カリエの処刑なんて可愛いもんよ。ここまでマリサの女性への拷問の話を聞いてたら、中世ヨーロッパが暗黒時代って言われるのも、わかる気がするわ。近年では中世ヨーロッパを暗黒時代と表現するのは間違い、という風潮だぜ。では最後に、ちょっと笑える拷問器具の話をしようか。拷問に笑えるなんてあるの？うむ。公衆の面前で恥をかかせる刑罰があったんだぜ。主に噂話で周囲に迷惑をかける者、酒飲みで働かない者、行き過ぎた喧嘩をした者などが対象だ。どんな刑罰だったの？噂話で迷惑をかける者には恥辱のマスクという、メガネに長い豚鼻のついたマスクや、長い舌が飛び出たマスクをつけさせて、広場で見せしめにしたぜ。うわぁ、恥ずかしすぎる。また酒飲みで働かない者には空の酒樽を着せて、街中を引き回したんだぜ。鉄の処女の原型って言われる樽のマントのことね。そうだぜ。ちなみに性に不死だらと判断された女性も、同じマントを着せられたそうだ。樽を着るなんて、さぞかし間抜けに見えるでしょうね。しかも重そう。また、行き過ぎた喧嘩をした者たちには、二人用の拘束具を着せて公衆の面前で晒し者にしたんだぜ。私とマリサが拘束されてるところを想像しちゃったわ。やめてくれだぜ。このように、公衆の面前で恥をかかせる刑はいろいろあって、他にも耳障りな演奏をした音楽家を拘束する、縦笛型の拷問器具なんかもあったぞ。練習不足なだけじゃないの？ちょっとかわいそう。でも、これまで壮絶な拷問器具ばかりだったから、ちょっと笑えたわよ。それは何よりだぜ。霊夢、なぜ中世ヨーロッパの女性用の拷問器具が女性の秘書を痛めつけるものだったか、わかるか？二度と同じ罪を犯さないように、とか？ありきたりだけど、一説によると拷問器具を作ったのは男性だから、女性の痛みが想像つかなかったと言われているぜ。また、出産する女性の神秘への怯えや、女性よりも優位でいたいという男性の心理も働いたようだ。男女関係なくお互いに尊敬の気持ちがあれば、そもそも拷問器具なんて作らないわよね。次は近世のアメリカで実際に行われた、セイラム魔女裁判について紹介するぜ。魔女狩りって、中世ヨーロッパのイメージがあるわ。中世に魔女狩りは始まっていたが、近世でも魔女狩りは盛んに行われてたんだ。セイラム魔女裁判はその中でも有名で、200人以上が魔女として告発され、拷問の末に多くの人々が命を落としたんだぜ。しかも、処刑された人たちは皆冤罪だった。ええ？でもよく考えてみたら、魔女なんているはずないよね。詳しく知りたくなってきたわ。教えてちょうだい。霊夢は魔女ってどんなものか知ってるか？魔女といえば、鼻が曲がっていて、長い白髪で、とんがり帽子をかぶってほうきに乗ってるイメージね。そのイメージが広まったのは、白雪姫に出てくる魔女からだと言われているんだ。へえ。じゃあそれまでは魔女って、どういう姿だと思われていたのかしら？魔女の逸話は様々な地域にあるから、その姿も様々だが、絵画でも多く残っている魔女の姿は、美女だったりするんだぞ。おばあさんじゃないんだ。裸体で描かれているものも多く、その肉体はとてもグラマラスなものが多いな。魔女は性的に男性を魅了してダメにするといった考えがあったからだぜ。じゃあ、なぜ白雪姫に出てくる魔女は、あんな姿なのかしら？大きな鍵花なんかは、ユダヤ人の特徴を捉えたものだと言われているぞ。なぜユダヤ人が出てくるのよ。キリスト教一辺倒だった国では、ユダヤ人は異教徒で忌むべき存在とされていたんだ。だから、悪魔の力を使っているとみなされて、ユダヤ人の特徴が、魔女の姿に取り入れられるようになったんだよ。ただ別の宗教だったってだけで、悪いイメージに使われちゃうのはかわいそうね。それまではどちらかというと、人々を癒す存在だった魔女が、キリスト教が広まった影響で、悪いものとして扱われるようになったんだ。要するにユダヤ人が、差別対象にあったということだな。差別反対。これに関連する話で、魔女の集会はサバトと呼ばれているんだが、もともとはシナゴーグとも呼ばれていたんだ。シナゴーグってなんか聞いたことあるような。シナゴーグはユダヤ教の街道のことだぜ。ちなみに、悪魔崇拝者が行うとされる黒ミサもサバトと呼ばれているぞ。そんな中、15世紀のヨーロッパで魔女裁判が行われるようになっていく。出たわね魔女裁判。魔女裁判で処刑された人たちの多くは冤罪で、差別を受けていた者、その地域ののけ者、嫌われ者、異教徒なんかが被害に遭ってしまった。魔女裁判という形を取った、弱い者いじめね。他にも、耳が不自由だったり、長生きというだけで、魔女とされた人たちもいたんだぜ。かわいそう。それから魔女って言うと、女性のイメージがあるかもしれないが、男性も少なからず含まれていたようだ。魔女狩りの被害者って女性だけじゃないのよね。それに魔女狩りは昔だけの話じゃないぜ。
現代でもアジアやアフリカで魔女狩りは存在するんだ。え？今も魔女狩りなんてあるの？時代錯誤もいいところじゃない？インドでは2000年から2019年までに、少なくとも2975人の命が奪われ、多くの女性が魔女として、暴行や追放を受けているそうだぜ。こんなに科学が進んだ現代でも、魔女狩りが行われるなんて信じられないわ。その魔女裁判の中でも特に有名なのがセイラム魔女裁判だぜ。名前は聞いたことがあるけど、どんなお話なのかしら？セイラム魔女裁判は、1692年3月1日に始まった一連の裁判でノンフィクションの話なんだ。アメリカ合衆国ニューイングランド地方のマサチューセッツ州にある小さなセイラム村という場所でこの悲劇は始まった。その村に住む二人の少女、ベティとアビゲイルがある日突然痙攣し暴れ出した。二人を診察した医師はこの少女たちを悪魔付きと診断。医師のする診断じゃないように思うけど、現代ではこの行動はおそらく転換の症状だったんじゃないかと言われているが、当時はそんな知識はまだないからな。悪魔がついた原因として、当時ベティの家で使用人をしていた南アメリカ先住民のキチュバが疑われた。立場の弱い人って、狙われやすいよね。キチュバは拷問に遭い、ブーブーの妖術を使ったことを自白。拷問後の自白なんて、絶対無罪よ。キチュバは祖先より伝わる呪いや占いなどを少女と行っていたそうだぜ。使用人のおばさんが女の子たちと楽しく遊んでた風景しか思い浮かばないわ。その自白の後、なぜか他の少女も、奇妙な行動を取るようになっていった。同時期に少女たちの間で転換が広まるって、不自然な感じ。近隣の牧師が悪魔払いを行うも効果はなかった。それで治ったら苦労はないわ。少女らに質問したところ、キチュバ、サラグッド、サラオズボーンの3名の名前が挙がったんだよ。そして、1692年2月29日にその3人に、逮捕状が出された。大人がその少女たちの発言を信じたんだぜ。サラグッドとサラオズボーンは、容疑を否認していたが、証人として列席していた悪魔付きの少女たちが暴れ出したんだ。そして、その二人が霊を刺激していると証言したため有罪となったぞ。裁判中に暴れ出すとか、演出としか思えないけど、キチュバは自白をすることで処刑を免れた。だが、キチュバが、他の関係者の存在を示唆したことから、再度少女たちが質問されたんだ。その結果、次々に村人が告発され、最終的には100人以上が収監されることになり、施設はパンク状態となった。異常事態ね。同年5月に特別法廷が設置され、6月2日から審理が行われた。6月10日からは有罪となった者たちが、次々と絞首刑になっていったぞ。無罪なのにかわいそう。だが、秋頃には少女たちの証言に疑問を持つ者たちが出始めたんだ。そして1692年10月8日付で、証人のトーマス・ブラドルが、イギリスの牧師宛にある一通の手紙を送っている。その手紙には、セイラム村で誤った手続きの裁判が行われていることが書かれていたんだよ。その手紙はイギリスの大統領も見たと言われているぜ。相当、衝撃的な内容だもの。トーマスのおかげで世間に広まったのね。ちょうどその頃に特別法廷を設置した。ウィリアム・フィリップの妻も、魔女として告発されていたんだ。判事たちも魔女裁判に、疑問を持っていたところだったものあり。10月29日にウィリアムは特別法廷を散会させ、さらなる逮捕は禁じられたぞ。奥様を守りたかったというのが大きそうね。その後、拘束されていた人々の多くは無罪判決を受けているぜ。やっと事態が収束していったのね。最終的には1693年5月にウィリアムは魔女として収監していた人たちに詫び状を出した。今更だわ。だが、魔女として収監されていた者には、獄中での生活費等の支払いが命ぜられ、それが払えない者は牢屋から出られなかったそうだぜ。え？無実で捕まってたのに、出るためにお金を払わないといけないの？全く意味がわからないわ。そのせいで、せっかく無罪判決を受けた被告人の多くが獄中に残される羽目になったんだ。他にも、獄中で命を落とした後に、その遺族が保釈金を支払ってようやく埋葬することができたという話もあるな。ひどい話ね。セイラム魔女裁判では、結果的に200人以上の村人が魔女として告発された。そして14名の女性と5名の男性が絞首刑になり、1名が拷問中に、5名が獄中で命を落としたんだ。誰もこんなことになるなんて、思ってなかったでしょうね。この異常な裁判がなぜ行われてしまったのか、その原因については諸説あるんだぜ。原因の一つにはセイラム村という土地柄が、深く関係していると言われているな。どういう点かしら？セイラム村はイギリスを追われたピューリタンが、集まった場所だった。ピューリタンってどんな人たちのことだったっけ？詳しく説明すると長くなるが、簡単に言うとプロテスタント派の超真面目なキリスト教信者だな。セイラム村はネイティブアメリカンや、フランス人からの侵略も多い土地で、
約 13km 離れたセイラム町という、栄えてる町に対して税を支払う必要もあり、なかなか発展できない村だったんだよ。ストレスが溜まりそうね。住人たちはかなり過酷な環境にいたことになる。それに加えて、魔女裁判が行われた1692年は大寒波が襲った年でもあったんだ。精神的にも肉体的にも休まらない状態だったのね。心身ともに追い詰められていった結果、こういった集団ヒステリーのような事態が起こったという説があるんだぜ。極限状態にあると、私だって何をするかわからないわ。他には、セイラム村の中での勢力争いに、魔女裁判が利用されたという説もあるな。セイラム村では長年、パットナム家という裕福な一族が、権力を握っていたんだ。だがパットナム家の勢力は衰え始め、代わりにポーター家が勢力を拡大し始めていた。小説とか映画でありそうな設定。そんな中始まった魔女裁判で、なぜか告発者はパットナム家の関係者ばかり。反対に魔女として裁判にかけられたのは、ポーター家の関係者だったんだよ。はい。パットナム家有罪決定。誰が見てもパットナム家が、ポーター家をはめようとして、魔女裁判を起こしたように思うよな。あからさますぎるわ。他にも、少女たちが暴れたり、魔法を使用するところを見たと、証言したことについては、ライ麦の中毒症状だったんじゃないかという説もあるぜ。でも都合よく裁判中に、中毒症状が出るもの変な話よ。それから、裁判で有罪になるには、それなりの証拠がいるよな。だが、魔女裁判では当然だが、そういった証拠は出てきていないんだよ。魔女じゃないんだから当然じゃない。証拠がない人を有罪にするために、拷問をして自白させたんだぜ。ある意味、処刑よりも怖いわ。他にも魔女認定をする方法がいくつかあったぞ。ここからはセイラム魔女裁判における、魔女の見分け方と、実際に行われた拷問について紹介するぜ。怖いけど聞いてみたいわね。一つ目の魔女の見分け方は2回以上結婚歴があることだ。前の夫を手にかけた、あるいは誘惑したとみなされて魔女と認定されたぞ。いやいや、それなら2回目の結婚ができる制度があること自体おかしいじゃない。次はペットを飼っていることだぜ。動物の扱いに慣れていたり、容疑者の牢屋にネズミなどが入り込んだりしただけで、使い魔は操っているとされた。こじつけもいいところね。次は主の祈りを暗唱できないこと、もしくはできることだぜ。え？よくわからないわ。主の祈りをスラスラと言えない場合、魔女と認定された。だが、主の祈りをスラスラと言えても、それはそれで悪魔が無罪であるかのように、騙そうとしているとされ、魔女とされたんだ。どちらにしても魔女認定されるなら、意味ないじゃない。まあ、形式上ってことかもな。あとはほくろ、傷、あざなどがあることも魔女の証とされたぞ。誰でもあるわよ。誰でもある方が都合が良かったのかもしれないぜ。誰でも魔女に認定できるってことだものね。それにもっと確証を得たい場合は、そのほくろなどを針でつついて、血が出たり、痛みを感じなければ、魔女とするという方法もあった。血は誰でも出るわよね。わざと鋭くない針などを用いて、血が出ないようにしたりしてたようだな。とんだ茶番劇ね。ところで霊夢は魔女ケーキを知っているか？聞いたことがないわ。魔女ケーキは、容疑者の尿とライ麦を混ぜたケーキなんだが、魔女ケーキを犬に食べさせて容疑者が苦しむことも見分け方の一つだったんだよ。意味がわからないし、ワンちゃんがかわいそう。魔女の尿には魔力があるとされていたから、その尿を含んだケーキを食べたら、苦痛を伴うはずという理屈だそうだ。そんなことよく考えつくわね。次はセイラム魔女裁判で行われた拷問だが、シンプルなものだと、水攻めだな。自白をするまで水に沈められるという方法だぜ。シンプルにきつそう。あとは、重い石で圧迫する拷問もあった。あまりの重さに息すらできず、命を落とした人もいたんだよ。そんなに重い石を乗せられたら、自白すらできないわ。拷問とは少し違うかもしれないが、石を使った方法は他にもあるぜ。石を容疑者の体に縛り付けて水の中に放り込み、浮かぶか沈むかを見るという方法だ。浮かべば魔女と認定されて、他の方法で処刑される。沈めば無罪だが、そのまま亡くなるというものだぞ。どちらにしても結末は同じってことね。というわけで、セイラム魔女裁判について紹介したぜ。魔女の見分け方は意味不明だし、拷問も現代の感覚からすると、考えられない非道な行為だわ。現代でも自分と異質のものを、排除しようとする行為はなくなっていないと思うぜ。でも、拷問や処刑はごめんだわ。続いてはイエス・キリストの政治上について話すぜ。それってタブーなんじゃないの？カトリック教会ではタブー視する傾向があるが、本屋サイトでも語られることが多い。ワクワクするわ。救世主イエスも性生活ではしくじりを犯した可能性が高いんだぜ。それ、全部教えてください。それじゃいろいろある説を紹介していこう。お願いします。気になるのはこれ。イエスは結婚してたのか否か？結婚していたという記述はどこにもない。じゃ、独身だったわけね。
いや、そうとも言い切れない。曖昧な答えね。イエスはユダヤ人だ。あの当時のユダヤ社会で、成人男性が未婚というのは、かなりレアなケースだったんだぜ。でもほら、彼は神の子だから特別だったとか。独身であることは、聖書にある埋めよ、増やせよ、地に道よに反する重大な違反とも考えられていたぞ。あら、厳しいのね。だからイエスは結婚していたと考える方が自然だという説もあるな。気になるのはお相手よね。そこで候補に上がるのがマグダラのマリアだ。その名前、映画でもよく耳にするけど一体誰なの？マグダラのマリアは7つの悪霊をイエスに払ってもらった女性だ。そして十字架にかけられたイエスの復活を最初に見たことにもなってる。よく娼婦って言われるけど、それはマグダラのマリアが改心した罪深い女ってあだ名があるからだ。へえ、じゃあ娼婦じゃなかったの？そう明言している古文書はないんだぜ。でも実際には娼婦の守護聖人になってるから、マグダラのマリアイコール娼婦ってイメージは定着してるな。救世主の近くにいた娼婦ってインパクトあるもんね。4つの福音書すべてに、マグダラのマリアは登場しているから、イエスにとって重要な存在なのは間違いない。奥さんだったのかしらね。イエスのいとこだったって説もある。親戚だったかもしれないんだ。いずれにしても復活したイエスが最初に姿を現したのがマグダラのマリアの前だった。じゃ、特別な関係を疑われても仕方ないわよね。聖書の中には聖母をはじめ山のようにマリアが存在する。西洋の女性の名前にありがちな現象。だからマグダラのマリアと、別のマリアが混同されることもあるんだぜ。ややっこしいわね、確かに。罪深い女なんてあだ名があるせいでマグダラのマリアは色っぽく書かれることが多い。しどけなく衣服を乱していたりな。そうなの？聖書の記述では、イエスの足を長い髪で拭い香油を塗ったって書いてある。うわ、それはちょっとエロいシーンだわ。だからものすごく長い髪の毛を持った女として描かれたりしているぜ。髪の毛に関連して床屋や美容師の守護聖人でもある。短絡的だけど納得かな。イエスと恋愛関係にあったって解釈はどこで見れるの？物議を醸した映画によく登場するんだぜ。例えば、ミュージカル映画のジーザス・クライスト・スーパースターがいい例だ。イエスの人生をミュージカルにするってかなり大胆よね。映画の中ではやっぱりマグダラのマリアは元娼婦の設定だ。そして香油を体中に塗る色っぽいシーンや、切々と愛を訴えるシーンなんかがある。つまり二人は恋愛関係にあったって設定？そう。だから神への冒涜だとか言われて批判も多かった。だ、ピンチ、コードも話題になったわね。そうだ。あの映画でもイエスとマグダラのマリアは結婚していてサラという娘まであった設定だ。小説とわかっているけど事実だったら面白い。聖書では婚姻関係にない場合は性的関係を持つことを禁止してる。だから二人の間にベッドでの関係があったのなら結婚していなくてはおかしいんだぜ。どうしてそのあたりがはっきりしないのかしら。カトリック教会は長い歴史の中で、聖書をはじめとする書物や文献を都合よく解釈してきた。不都合な部分は廃棄しちゃったとも言われている。じゃ、ひょっとしたら残っていたかもしれない二人の関係も闇に葬られちゃったかもしれないわけ？その通り、カトリック教会の聖職者が独身を強いられてるのに階層のイエスが娼婦と結婚してたらまずいだろ。確かにね。でも香油を使って、イエスの体をマッサージするご奉仕や、復活後に最初にマリアの前に現れたって事実、やっぱり異性関係を感じるわ。イエスが結婚してるって説は最近のものなのかな。いや、12世紀にはすでにイエスはマグダラのマリアを愛人にしていた。結婚していたと主張する修道会があったらしいぜ。え？じゃ随分と昔からイエス既婚説はあったのね。1800年代に、イエスはマグダラのマリアと結婚して息子を設けたという本が出版された。息子がいた可能性もあるんだ。だ、ピンチコードにあったマグダラのマリアを妻にしてサラという娘を設けたというのは、1972年に出版されたジーザス・スクロールという本が元になってる。何を根拠に書いたのかしら？作者はオーストラリア人のドナバン・ジョイスだ。彼はイスラエルのマサダで発見した様式に、そう書いてあったと主張した。大胆ね。実際ジョイスの著作は、敬虔なキリスト教徒の激動を引き起こして、何度も脅迫を受けたそうだ。真面目なキリスト教徒にしたら聖典の霹靂よね。でも彼の出版を機に、イエスの血縁や家族に関する謎を解こうという潮流も生まれたんだぜ。永遠に解けないミステリーは確かに小説にもしやすいし、イエスの結婚相手は、実はマグダラのマリア以外にも異説がある。本当？1977年にスペイン人ジャーナリストが書いた本では、イエスはカシミール地方である女性と会い、数人の子供があったって主張してる。またなぜカシミール地方なの？我こそはイエスの子孫ってカシミール人がいたんだ。うさんくさいけど可能性は否定できないもんね。1982年には、物議を醸した説も登場した。続々と仮説が生まれたのね。1982年にイギリスで出版されたイエスの血脈と聖杯伝説では、
イエスとマグダラのマリアの子孫がメロビング朝を起こしたって言ってるんだ。それはまたスケールが大きいお話。ミステリーだらけだから分析や想像の余地もあるんだろうな。キリスト教会内でマグダラのマリアは人気があるのかしら。俗説に従えばマグダラのマリアは娼婦であり聖女であるわけだ。すごい矛盾よね。でも西洋ではカリスマ的な人気がある。イエスに最も近かったからね。そう。その証拠にマグダラのマリアを意味する。マリア、マッタレーナとかマリー、マドレーヌなんて名前が多いんだ。自分の娘に娼婦の名前つけちゃうってすごいセンスよね。お菓子のマドレーヌもマグダラのマリア信仰からつけられたっていう人もいるぜ。やだ。マドレーヌ食べるたびに思い出しちゃいそう。ヨーロッパではマグダラのマリアって名前のボディオイルも販売されている。イエスの体に香油を塗ったエピソードにちなんでいるわけだぜ。歴史上最も有名で人気のある娼婦ってわけね。もちろん聖母マリアから派生した。マリアとかメアリーって名前がロングセラーなのは当然なんだ。聖母マリアは徹底して清らかなイメージだもんね。その通り。聖母マリアは神に近い扱いをされるんだが、逆にマグダラのマリアは、欠点もあり汚れた過去もあり、聖濁合わせの無スケールの大きさみたいなのが人気の要因だろう。元娼婦ってしくじりのせいかな。一般的な人間に近しい存在よね。感情が赴くままにイエスにスキンシップしたりするところもな。復活したイエスにも触れようとして、我に触れるなって言われたことも有名なエピソードだ。聖母マリアとは対極にある感情的な女性だったのかもね。聖書の深読みは多くの学者たちも行ってるんだが、ある記述は同性愛を暗示してるって言われてる。へぇ。マタイによる福音書では、ローマ軍の100人隊長が部下の病気を癒してほしいとイエスに懇願する。それで？隊長によれば部下は命令に非常に忠実で行けと言えば行くし来いと言えば来るって誇るんだ。軍隊としては当たり前のことじゃない？そうなんだがこの記述は当時の軍隊内の同性愛の暗示だって神学者がいるんだ。神学者？じゃ、週刊誌レベルのお話じゃなくて学術的な検証なわけね。そうだ。軍隊内には男性同士の関係が、古代から囁かれていたが、その痕跡が聖書にも残ってるわけだぜ。案外開けた精神だわね。そして昨今耳にするトランスジェンダーだけど。はいはい。聖書にはすでにトランスジェンダーに触れた箇所があるって言われてる。え？ものすごく進歩的。マタイによる福音書にある記述には人から独身者にされたものって書かれてる。よく意味がわからないんだけど、学者たちによればこれは宦官について言ってるんだろうって話だ。ああ、なるほど。そういう人たちも受け入れようってわけだから確かに現代的だ。こういう解釈をもっと大々的に表に出してもいいのにね。ところで性的な妨害の状態をエクスタシーって言うだろ。何？いきなりポルノチックなお話。エクスタシーって本当はベッドでの状態だけを指すんじゃないんだぜ。イエスと関係がある話？いや、エクスタシーっていうのはそもそも、キリスト教をはじめとする宗教と深い関連があるんだぜ。え？エクスタシーっていうのは、宗教の儀式なんかで神秘的な体験をして、妨害の状態になることを言うんだぜ。まあ、ベッドにおけるエクスタシーも妨害の状態でしょ。そういうことだ。つまり生徒族は案外表裏一体かもしれない。急に哲学的になったわね。いや、そんなことはどうでもいいんだが、数々の聖人がエクスタシーの境地にいる芸術作品は多く残ってる。え？そうなの？普通に教会に飾ってあるんだぜ。下手したらポルノチックになるのにね。そもそもエクスタシーという言葉は、ギリシア語で魂が体から離れて宙をさまよってる状態を指した。神や精霊によってそんな状態にあっても、カトリック教会にとってはポジティブな事象であったわけだぜ。意外だわ。宗教というものがひたすら聖なるものっていうのはイメージだけなんだ。宗教と性というのは案外深く結びついていることが多い。完全に削除しちゃうのはかえって不自然なのかもね。その通り。だからイエスの政治上も庶民には親しみやすいテーマなんだが、まさかバチカンは、それをおっぴらにできないからな。マグダラのマリアもカリスマであったイエスとの交流でエクスタシーを覚えたのかも。そうそう。それはあくまで霊的経験であって俗悪なものじゃないって思ったのかもな。宗教は奥が深いわ。そもそもキリスト教を信じる人は全て平等って言いながら、イエス自身がマグダラのマリアや、聖ヨハネみたいな悲劇があったんだから。それもまた人間的でいいと思うわ。そういうことにしておこう。そういえばイエス、キリストは男性との関係も囁かれている。お盛んで結構なこと。でもキリスト教では同性愛も基本禁止じゃない？そうなんだがなぜか同性愛的要素があちこちにあるのがキリスト教だ。それ、知りたいわ。一番わかりやすいのが裏切り者のユダだ。俗説ではイエスとマグダラのマリアと三角関係にあったなんて言われてるけど。聖書が一気に週刊誌的になるわね。ユダがイエスを異端視する祭司長に売り渡すシーンがある。イエスの顔を知らない祭司長に、ユダはイエスにキスしてこの人がイエスだって合図するんだ。キス、指で示すだけじゃダメだったの？
まあ西洋では挨拶代わりに男同士でも頬にキスくらいはする。じゃ、ユダも挨拶のようにイエスの頬にキスしたのね。芸術作品によっては口にキスしてるものもあるぜ。うわぁ。それにイエスは弟子のヨハネとの関係もいろいろ噂になってる。弟子と難色関係？コンプライアンス的にも問題ありじゃない？イエスには12人の弟子がいたわけだが、3、ピエトロ大寺院の名にもなってるペテロとヤコブ、そしてヨハネは特別に大事な弟子だったそうだぜ。ヨハネはどうしてそんな噂があるの？ヨハネは弟子の中で最も若くて、最も美男だったそうだ。ものすごく俗的な理由だわ。容姿が優れていたヨハネが、イエスは可愛かったのかもしれない。そのあたりは神の子も人間的ね。ヨハネは生涯童貞だったそうで、描かれる時も清らかな美男って感じだ。これまた主導を思わせる要素。最後の晩餐のシーンではいつもイエスの腕の中ですやすや寝ていることが多い。本当に特別って感じ。日本人の感覚ではピンとこないけど、地中海の国々はそもそもスキンシップが多いから、そんな絵でも違和感がないのかもしれないな。カリスマってちょっと色っぽい魅力も必要だものね。そうそう。聖ヨハネはちょっと女性的に描かれることも多い。だからマグダラのマリアと同一人物だったっていうのがダ・ヴィンチコードの解釈になってた。イエス・キリストにとっては最も大事な二人であったわけね。実際、十字架にかけられたイエスの足元で嘆き悲しんでいるのは大抵、聖母マリアとマグダラのマリアと聖ヨハネだ。ある意味、イエスにとっては彼ら三人が家族だったのかもね。とにかく神の子と言っても人間なんだから。イエスも何らかの性的な関係を誰かと持っていたと考える人は現代も多いってことだ。バチカンは面白くないだろうけど、謎が多いからこそ、小説や映画が生まれるってことね。お次は中世ヨーロッパのスキャンダル中のスキャンダルを紹介するぜ。スキャンダルはいつの世にも存在するけど、その中でも最高レベルってわけね。そうだ。で、どんなスキャンダル？教皇庁と女性にまつわるスキャンダルだぜ。あら、ありがちじゃない。日本でも人気のチェーザレ・ボルジアは教皇の息子だったな。だから教皇に愛人がいた歴史は枚挙にいとまがない。今日のスキャンダルはそれとは違うのね。その上を行くスキャンダルだぜ。教えてちょうだい。21世紀の現代は、女性でも大臣や首相になれる。当然のことよね。でも今でも女性に門戸を閉ざしている地位がある。それがローマ教皇だ。女性の司祭もいないの？カトリック教会に関して言えばゼロだ。随分時代錯誤ね。プロテスタントの宗派によっては女性の受戒を許すところもあるけど、カトリック教会はそこまで達してない。女性に縁がないはずの教皇庁にどんなスキャンダルがあったの？暗黒の中世になんと女性の教皇が存在したんだぜ。え？そんなこと、初めて聞くわ。当然だ。何しろ資料が少ない。本当にいたのか怪しいんじゃない？13世紀から15世紀にかけての年代記者が3人、女性教皇について記述してるんだぜ。バチカンの記録には残ってるの？いや、残ってない。何しろ女性教皇について触れたら波紋になっていたらしいから。うわ、バチカン内のタブーだったわけか。そう。だから宗教改革の時代にカトリック教会と対立したプロテスタント教会が、弾劾の材料にしたらしいぜ。実際にいたの？いなかったの？伝説に過ぎないっていう説と、歴史的事実って説と半々だ。女性としては存在していてほしいわ。伝説と言い切るには色々な痕跡が残りすぎてる。例えば？カトリック教会内に残されているはずの穴の開いた椅子がその一つだ。椅子に穴？なぜ？椅子に座った新教皇が確かに男性かどうか、修道士が下から覗いて男性器を確認するんだぜ。うわ、よっぽど女性教皇に懲りたんだね。そうだ。その経緯はまた後で話そう。一体いつ頃に存在したの、その女性教皇は？9世紀だ。暗黒の中世の中でも最も資料が少ない暗黒中の暗黒時代だった。名前はわかってるの？ヨハンナという名前だったらしいぜ。教皇になった時の名前もそれ？女教皇ヨハンナと呼ばれているが、実際にはヨハネス8世として教皇となった。ヨハネス8世はバチカンの記録には残ってないってわけ？いや、872年に教皇になった男がヨハネス8世を名乗ってる。だから女性教皇は歴史から抹殺されてるわけだぜ。女教皇ヨハンナってどんな人生だったのかな？伝説や言い伝えを元にまとめてみるぜ。お願いします。女教皇ヨハンナはイギリス人だったと言われてるんだぜ。へえ、なぜイギリス人が教皇庁までたどり着いたのかしら。ここから語ることは全て伝説や後世の学者の憶測になるが、ヨハンナは実は修道士と召使いの娘という説がある。中世は思いのほか人の移動が激しくて、ヨハンナと両親はその後ドイツに移ったらしいぜ。へえ、ドラマチックな人生ね。ドイツのインゲルハイムに移ったこの夫婦の間に生まれたのがヨハンナだ。一説にはアグネスって名前だったとも言われてる。ドイツ生まれのイギリス人ってわけね。ヨハンナでもアグネスでも素敵な名前だわ。ヨハンナは修道士であった父親から、
カトリック教会の教義や儀式を学んだ可能性が高いんだ。教皇になる素質は子供の頃から培われていたわけね。10代初めに孤児になったヨハンナは自然に二層院に入った。お、いよいよ教会入りね。ヨハンナはとても頭が良かったから二層院長は図書館の係にしたそうだ。当時は書物はとても貴重だったから、ヨハンナはここでさらに勉強する機会を得ることができたんだぜ。中世では本は貴重だったんだ。一冊の値段が家一軒ほどもしたって説もある。ひえー。だからインテリたちは皆暗記するくらい同じ本を何度も読んだ。今とは感覚が違うわね。ヨハンナはこうして神学者並みの教養を身につけたと言われてるんだぜ。そこからどうやって男性社会の教皇庁にたどり着いたの？焦るな、焦るな。資料がないから想像でしかないんだが。早く知りたいわ。当時は書籍が少なくておそらく修道院間で本の貸し借りをしていた可能性が高い。ヨハンナはこうして男性修道士と知り合うきっかけを作ったんじゃないかと言われている。男性と接近しても教皇庁に入れるわけじゃないわよ。イギリス人であったヨハンナはおそらく背も高かったんだろうな。だから研究者や作家は、ヨハンナが出世に制限のある二層院を出て、男性の修道院に紛れ込んだんじゃないかって想像してるんだぜ。なるほど。ヨハンナをネタにカトリック教会を非難した人たちは、ヨハンナは色仕掛けで修道院に入ったなんて言っている。確かに小説のネタになりそうね。当時の修道服はひだが多くてボリューミーだったから、女性的な体を隠蔽するのも便利だったんだろう。よくバレなかったわね。宗派によってはヒゲを蓄える修道士もいるけど、ヨハンナはきっとヒゲを剃るのが風習だったベネディクトス会に入ったんだろう。それは大事なポイント。当時の聖職者は旅行をしても、各地にあった修道院で衣食住は保証されていたんだぜ。じゃ、案外ローマへ行くのも簡単だったのかしら。時間はかかったけど不可能じゃなかったんだろう。ヨハンナは野心を持ってローマに向かったの？言い伝えでは、ヨハンナの学識は各地で話題になるほどだったらしいぜ。だから当然、断層して野心を持ってローマに向かったんだろう。今よりも旅行だって大変だったでしょうに。中世は旅行中に死ぬ人も多かったから死の直前の懺悔を受け入れてくれる修道士は、どこでも受け入れられたっていうぜ。へえ、それはびっくり。ローマに着いたヨハンナは30代前半だったと言われている。そしていきなりバチカンに行ったのかしら？9世紀のバチカンなんてまだ規模も小さくて、当時の教皇レオ4世はヨハンナの学識に感心して迎え入れたらしい。運も良かったのね。いきなり神学校の教授になったという説もある。神学校でも人気者になったヨハンナは、教皇レオ4世の私設秘書にまで出世した。女性で30代でそこまで出世するってすごいわね。そしてレオ4世が亡くなってからいよいよヨハンナの本領発揮だ。教皇を決めるのってコンクラーベって言うんでしょ。コンクラーベって覚えたわ。その通りなんだがヨハンナの時代はまだコンクラーベはなかったんだぜ。そうなの？枢機卿だけが一部屋に閉じこもって次期教皇を決めるコンクラーベは、13世紀に始まるって言われてるんだぜ。じゃ、ヨハンナはどうやって教皇になったのかしら？今と変わらない。事前の根回しが効果ありだったみたいだ。ヨハンナ、神父がいたのね。どうやらヨハンナが教授をしていた神学校の生徒が強力な運動員だったようだぜ。ヨハンナ、頭が良かったのね。多分30代半ばだったヨハンナはヨハネス8世の名で教皇になったわけだ。ヨハンナが教皇であった時代はどんな特徴があるの？ヨハンナが教皇だったのは855年から857年だ。およそ2年半教皇だったわけだが、教会のトップとしてはなかなか優秀だったらしいぜ。フェミニストが喜びそうね。もっともこの期間はヨーロッパで大した事件がなかったのも運が良かった。現代の教皇ってみんな高齢者だから30代半ばの教皇なんて素敵ね。重度、老が演じたヤングホープみたいだわ。禁乱のマントもよく似合ったことだろうな。ヨハンナは若かったのに、なぜたったの2年半の在位数なの？そこがスキャンダル中のスキャンダルの核心だぜ。一体何が起こったの？教皇庁は男ばかりの世界だ。そうらしいわね。だから30代半ばで女盛りのヨハンナも男に囲まれていながら男に触れられなかった。当然よね。いや、触れてくる男はたくさんいた。教皇に対して足のつま先に接吻する信者とかな。それじゃ物足りないわよね。女でありながら教皇庁のトップにまで躍り出たヨハンナも、性欲に負けたのかもしれない。愛人を作っちゃったのね。その通り。相手の名前も身分も不明だ。憶測では教皇庁内でヨハンナの世話をしていた侍従だったのではと言われてる。若くて美男の侍従だったのかもね。忠実な相手を選んだのは間違いない。秘密を死守できるような愛人をな。そのスキャンダルがバレてヨハンナは教皇へ追われたわけね。それだけじゃないんだ。あら、何があったの？ヨハンナは妊娠しちゃったんだぜ。え、それはバレるわね。ところが当時の法王の衣装はゆったりとしていたから、お腹の膨らみは隠せちゃったらしい。それにも限度ってものがあるでしょ。
ヨハンナは神学に関しては偉大な学者だったけど、女性の体に関しては無知だったのかもしれない。子供がいつ生まれるか予想はできなかったんだろう。で、何が起きたの？ある日、ヨハンナは礼拝のためバチカンからサン・ジョバンニ・イン・ラテラの寺院に向かった。礼拝中に陣痛に襲われて祭壇の前で出産してしまったんだ。うわぁ、それはスキャンダルだ。気を失ったヨハンナの金襴の衣服の下から血が溢れて赤子の泣き声が響く。シュールね。教皇庁関係者は必死にこの状況を解釈しようとした。出産に解釈も何もないわね。一部の関係者が奇跡が起こった、って叫んだそうだ。さすが、その後どうなったの？不幸中の幸いというかヨハンナはそのまま産褥死した。人々を欺いていた罰は受けずに済んだわけね。子供はどうしたの？不明だ。不倫の相手が引き取ったって説もある。これは確かにスキャンダル中のスキャンダルだわ。バチカンは事実の隠蔽に必死だったらしいぜ。当然でしょ。現代の教皇庁もヨハンナ女教皇は存在しなかったって断言してる。でも噂は絶えないわけね。いくつかの痕跡があるのに、きっぱりと存在を否定するのがかえって怪しいんだ。確かに。で、どんな痕跡が残ってるの？まず最初に紹介した穴の開いた椅子だ。あ、あれね。男性器を確認するための穴がある椅子の存在は、1527年までは確認できるんだぜ。その年に起きたローマ略奪の戦利品リストにこの妙な椅子の存在が確認できるんだぜ。今は不明なの？バチカンのどこかにはあるはずだがこれも隠されてる。ぜひ見てみたいわ。バチカンにとってはスキャンダルの要素だから秘蔵されてるんだろう。教皇となったら裸でこの椅子に座り、枢機卿の一人が穴から男性のシンボルがぶら下がっていることを確認したそうだ。そして彼は確かに男性であるって宣言したそうだぜ。それはやっぱりヨハンナ女教皇の存在を感じるわね。ローマ市民はヨハンナ女教皇を慕っていたらしい。彼らの振る舞いも女教皇の存在を裏付けている。それは何？事件の後、ローマ市民の手によって、バチカンからラテラの寺院への道に子供を抱いた母の像が置かれたそうだ。ただの聖母子像じゃないの？この母親は頭に教皇のシンボルである三重冠を乗せてたんだぜ。それはまさに女教皇。今はその母子像はないの？16世紀にシクプス5世という教皇が撤去してしまったんだぜ。女教皇は全否定ってわけか。まだある。シエナって町の部主にはかつて歴代の教皇の像が並んでいた。その中にヨハネス8世イギリス出身の女。って碑文と共に女教皇の胸像もあったそうだぜ。証拠はたくさん残ってるのね。ところがこの胸像も16世紀終わりにクレメンス8世という教皇が撤去。バチカンを挙げて女教皇の存在を否定しているわけだ。ところがそのバチカンでも妙な動きがある。ヨハンナ女教皇に関する動き？そう。それはヨハネス20世という教皇が存在しないって点だ。ヨハンナは存在していればヨハネス8世だったんでしょ。教皇名のヨハネスは中世に大変な人気で6世紀から14世紀にかけて22世までいる。ところが11世紀の19世と13世紀の21世の間に20世が存在しない。それはなぜなの？噂によると歴史から抹殺した教皇の数を合わせるためとも言われてるんだぜ。名前は抹消したけど存在はなんとなく残すみたいな感じね。何しろ資料が少ない時代だから9世紀あたりの教皇の存在は、ヨハンナに限らず信憑性に問題があるって学者もいるんだぜ。ヨハンナに関しては、ただの伝説と言い切るには色々な痕跡がありすぎるわけね。そういうことだ。タロットにある女教皇もヨハンナがモデルって言われてる。ヨハンナ以外には教皇になった女性はいないのね。そもそも男だけの世界だからな。でも愛人を持った教皇はいるんでしょ。いるいる。有名なのはチェーザレ、ボルジアの父のアレクサンデル6世だ。彼のお母さんはどんな人だったのかしら。チェーザレは美男だったからその母親も大変な美女だったらしい。でも出しゃばりなところはなかったって話だ。教皇に影響を与えた出しゃばりの女はいなかったの？いるよ。今でもローマっ子には嫌われてる女が。それは誰？教皇庁のメギツネと呼ばれたオリンピア・マイダルキーニだ。聞いたことないわね。日本では知名度が低い悪女だ。彼女は何をやらかしたの？オリンピアはインノケンティウス10世という教皇の義理の姉だ。それだけの関係なのにメギツネ呼ばわりされちゃうのはすごい。ベラスケスが書いたインノケンティウス10世は不機嫌そうな男だけど、不細工で金に汚い義理の姉オリンピアに骨抜きにされていたって話だぜ。盾食う虫も好き好きね。教皇への謁見はオリンピアを通さないと不可能だったんだぜ。ローマっ子にはとことん嫌われて残っている肖像画も不細工だ。だから陰で女教皇って呼ばれていた。ヨハンナに比べるとちょっとスケールが小さいけどね。まったくだ。マリサ、次は何の話をしてくれるの？次は腐敗にまみれた悪徳教皇、アレクサンデル6世について解説するぜ。アレクサンデルの本名はロデリク・ランソルだ。イタリア語読みのロドリゴでよく知られているぞ。
1431年の1月1日スペインのバレンシアで生まれ、彼の母はカリスプス3世の妹のイザベラ、父はボルジア家本家の嫡男ホフレだ。スペインではボルハと呼ばれるボルジア家の第一の血統として生まれたんだぜ。やっぱりボルジア家も一族婚を繰り返していたの？ああ。ロドリゴはバレンシア司教であったアロンソ、後のカリスプスの引き立てによって、幼い頃から教会関係で一位を得ていたようだ。そしてイタリアに渡ったアロンソの手引きにより自身もイタリアに行きボローニャ大学で法学を学び、アロンソに引き立てられる形で司教、枢機卿、教皇庁財務部副院長となった。親族雇用主義なのね。そうだな。ネポティズムと呼ばれる親族登用主義はこの時代のカトリック教会を代表する悪習だぜ。しかも彼は妻帯が禁止されている聖職者だが、20代で愛人と子供を作ったりしていたんだ。妻じゃなくて愛人だからセーフなの？それはわからないが、叔父のカリスプスの力で生きてきたロドリゴはカリスプスが亡くなると、自分の地位を守るためにうまく立ち回らなければいけなくなってしまった。まだ若いのに大変ね。ああ。カリスプスが亡くなり次期教皇を選ぶコンクラーベ。ロドリゴはここでうまく立ち回って、ピウス2世選出に功を立てることができたぜ。ロドリゴにもボルジア家に受け継がれていた交渉や折衝の才能があったようだな。パウルス2世とは良好な関係だったのかしら？ああ。二人は友人関係だから地位は安泰したし、シクスプス4世の頃にも枢機卿として順調だった。世渡りが上手で羨ましいわ。この頃、教皇使節としてスペインに帰郷したロドリゴは後にレコンキスタを達成する。フェルナンド2世との交流を深める。そして枢機卿でありながらもローマに愛人のバノッツァがいて、彼女との間に4人の子をも受けた。4人、もう妻じゃなければ問題ないって感じだわ。この二人の関係は10年続いたんだが、バノッツァはロドリゴからもらったお金を元手に宿を始め、いくつもの宿を持つ女主人へとなったぜ。したたかな女性ね。ちなみにバノッツァには夫がいて、夫は妻の愛人がロドリゴであることを自慢していたようだ。そして次のインノケンティウス8世の時代だが、この時はロドリゴにとって少し厳しいものとなった。インノケンティウス8世のキングメーカーとなったデルラ・ロビレス枢機卿は、ロドリゴと敵対関係だったんだ。デルラ・ロビレはシクスプス4世の上だっけ？ああ。有力な枢機卿だったんだぜ。ロドリゴはこの危機を乗り越えるためにナポリ王国のフェランテと友好関係を築いて、いとこをローマの名門貴族オルシーニ家と結婚させたりもしたんだ。外交力があるわね。1492年にレコンキスタが完遂されてヨーロッパ中がお祭り騒ぎのようになる中、インノケンティウス8世が病死してしまう。枢機卿として何十年も君臨して、高い地位と莫大な財産を保有していたロドリゴが、次に望んだものが何かわかるか？教皇の座しかないじゃない。正解だ。インノケンティウスが没して行われたコンクラーベではロドリゴは3番手で、有力だったのはデルラ・ロビレだったが、ロドリゴは逆転のために枢機卿たちを買収した。自分の土地を分け与えたり、未来の官職を約束したりと教皇の座につくために何でもしたぜ。すごいわ。貯めていた財産をここで使ったのね。この頃って買収は珍しくなかったの？もちろん今までも買収は行われていたが、ここまで露骨にしたのはロドリゴくらいだな。こうして史上最悪の教皇、アレクサンデル6世が誕生してしまったんだよ。とは言っても最初の頃はアレクサンデルの治世は良好なものだったんだぜ。最初の頃はでしょ。ああ。荒れていたローマの治安を回復させて、教皇庁の財政を回復するために支出を切り詰めた。自分の食事も一切とし、贅沢からは程遠い生活を送っていたんだ。さらにネポティズムを廃するとも宣言したんだ。本当にネポティズムを廃止できればすごいけど、もちろんその宣言は嘘だ。息子のチェイザレは10代でスペインの司教に任命されていたし、教皇に就任してすぐ、チェイザレをバレンシア司教にも任命しているからな。しかもまだ10代のチェイザレは、翌年に枢機卿にまでなっている。そこまで露骨にするならネポティズムを廃止するなんて言わなきゃよかったのに。そして教皇になっても女癖の悪さは健在だった。愛人のジュリア・ファルネーゼを教皇庁に住まわせたんだ。え？それって大丈夫なの？教皇が愛人を持つこと自体はよくあることなんだが、公然と教皇庁に住まわせたのは当時の人々も驚いたようだ。そういえば、この当時のイタリアの情勢ってあまり良くなかったわよね？ああ。アレクサンデルもそれまでの教皇と同様、厳しいイタリア政治に身を投じることとなったぜ。特にアレクサンデルを困らせたのはナポリ王国との問題だった。アレクサンデルはミラノとの同盟を強化していたが、これに敏感に反応したのがナポリだぜ。どうして？フランス王のシャルル8世がナポリの王位継承権を主張しており、ミラノがそれを支援していたからだ。つまりそのミラノに接近した教皇もフランス側だとナポリ王のフェランテは思ったようだ。フェランテは教皇を威圧するためにアレクサンデルと敵対関係にあったオルシーニ家に土地を与えたりした。これに危機感を覚えたアレクサンデルはまた13歳の娘ルクレツィアを、
ミラノを治めるスフォルツァ家の者と結婚させている。この時代の貴族は名誉や地位を守るために幼い子を兵器で嫁に出しているのよね。ああ。結局ナポリとの対立は、スペインの仲介によりなんとか和解できたぜ。そしてアレクサンデルは末子であるホフレオ・フェランテの孫と婚約させたんだ。それで関係は改善されたの？いや、かなり危うかったぜ。イタリアの情勢は常に微妙なものだったからな。これが爆発しなかったのはイタリアの水先案内人と称えられたロレンツォ・デ・メディチのおかげだ。だが1493年にロレンツォが43歳で亡くなると、イタリアは一気に危機に立たされる。イタリアから案内人が消えたことで、フランスがそこに手を伸ばそうとしたんだ。1494年にナポリ王のフェランテが亡くなると、フランスのシャルル8世はナポリ王位を主張して、イタリア侵攻の準備を始めたぜ。これにはアレクサンデルも焦ったんじゃない？ああ。ナポリとの関係が微妙とはいえ、イタリアを征服させるわけにはいかない。なのでアレクサンデルはナポリの新王であるアルフォンソ2世を支援することにしたんだ。今日はいつもより登場人物が多いわね。そうだな。これにシャルル8世は激怒して、アレクサンデルを排除すると決意したぜ。ミラノはシャルル8世側だったから、アレクサンデルとミラノの関係も悪化したんだ。1494年9月、フランス軍はアルプスを越えてイタリアに侵入する。イタリアの傭兵隊に対し、フランス軍は全体の統率が取れた国民軍だ。フランス軍は一気にローマまで近づき、オルシーニ家もフランス側についたぜ。そして同年の大晦日、フランス軍はローマに入る。これに乗じて反アレクサンデル派であるデルラ・ロビレなどは、強行罷免の準備を始めた。アレクサンデルはどうするつもりなのかしら？シャルル8世への態度を変えて、自分の地位を保つためにシャルル8世をもてなしたぜ。プライドはないの？アレクサンデルにとって、いかに早くフランス軍をローマから去らせるかが重要だからな。さらにフランスも早くナポリに向かいたかった。双方の思惑は一致して2週間後には協定が結ばれ、1月末にフランス軍はローマを去ったぜ。ただ、その協定はチェーザレのフランス軍動向が織り込まれるなど、アレクサンデルには厳しいものだった。息子を人質に取られたようなものだもんね。チェーザレは途中で脱走したが特に気にされず、シャルル8世はナポリに入り、アルフォンソ2世は逃走した。シャルル8世がナポリで過ごす間にイタリア諸国、神聖ローマ、スペインによる同盟が完成する。アレクサンデルもシャルル8世のナポリ王位継承を認めなかった。こうしてフランス軍は危機に陥ってしまい、急いで母国に帰ることにしたんだぜ。無事に帰れたの？ああ。このイタリア征服はイタリアにとって、悪くないものとなった。イタリア各地は同盟で結ばれているもんね。しかし、この平和を壊したのはアレクサンデルだ。どうしてそんなことをしたの？アレクサンデルは自分の子供たちに国家を与えて、一族世襲の地を作るという野望があったんだ。そっか、強行為は世襲できないのよね。だからアレクサンデルには土地が必要だったんだ。そんな彼が目をつけたのは強行領の領主たちだ。強行領は強行が王として君臨する土地でしょ？ああ。各地には傭兵隊長上がりの領主たちがいたぜ。彼らは軍事力で土地を治めており、時には強行に逆らうことすらあったんだ。アレクサンデルは彼らを一掃して、その土地を子供たちに与えることを画策した。そしてこれを叶えるにはローマの名門であるオルシーニ家と戦わなければいけなかった。オルシーニ家はフランス侵攻の時、フランス側につきアレクサンデルにとっては宿敵だった。こうしてフランス残存軍と共にナポリにいるオルシーニ家に対して、軍が起こされたぜ。強行軍の総大将はまだ19歳の息子のホアンだ。彼はスペインのガンディア公だったが、このためにイタリアに呼び戻されたぜ。戦いは強行側に有利に進み、一族の一人であるビルジニオ・オルシーニを捕らえた。ビルジニオは獄死し、アレクサンデルはオルシーニ家の財産没収を宣言したぜ。だが、これにオルシーニ家は必死の抵抗を見せる。ホアン自身も負傷し、形勢は一気に傾いたぜ。オルシーニ家が逆転するかしら？残念だがスペインからの援軍が来たことで強行側はなんとか盛り返して戦いは痛み分けとなった。オルシーニ家は無事に財産を取り戻して、アレクサンデルの思惑は失敗に終わる。結果はともかく、ひとまずこれで落ち着くわね。またすぐに問題が持ち上がるぞ。フランスの侵攻に伴い、アレクサンデルはナポリに接近した。もちろんナポリと敵対関係にあるミラノは、これを快く思わなかった。アレクサンデルとミラノを治めるスフォルツァ家の関係は悪化し、序盤にスフォルツァと結婚していた娘のルクレツィアの離婚が決まったぜ。13歳で嫁いで勝手に離婚も決められるなんて、貴族の娘は大変だよな。しかも当時は離婚に対してかなり厳しく、離婚するにはいくつかの条件があった。そのうちの一つが肉体関係の不成立だ。どういうこと？当時において結婚とは肉体関係を持って初めて完成すると考えられていたんだ。二人の間に子供がいなかったのをいいことに、アレクサンデルはルクレツィアを処女だとした。むちゃくちゃだわ。こうしてルクレツィアは17歳でバツイチとなった。
さらに夫のジョバンニは性的不能だと宣言されたぜ。ジョバンニはこの仕返しとして、ルクレツィアは父や兄と近親相関の関係だと言いふらしたぜ。家族の問題はこれだけではない。まだあるの？1497年にホアンが何者かによって命を奪われた。犯人は現在でもわかっていないぜ。アレクサンデルは大いに悲しんだ。ホアンはアレクサンデルが最も目をかけていた子だったし、ホアンを俗世界、チェイザレを宗教界の両輪として一族の繁栄を目指していたんだ。アレクサンデルはホアンの死を自分に対する罰だと考えてこれまでの行いを悔い改めることにして、改革に手をつけたぜ。どんな改革を行ったのかしら？まず、聖職者たちが超えないように収入制限を設け聖職売買の禁止も暗示した。さらにローマの税を安くして、無用な凶楽を取り締まろうとしたんだぜ。ふむふむ。実現されたの？されなかった。改革には宗教家会議での決定が必要だがそれまで利権を享受してきた者が会議するはずない。改革が頓挫して落ち込んだアレクサンデルに近づいてきたのが息子のチェイザレだ。チェイザレは枢機卿だったが、彼の関心は宗教界にはなく、漱石離脱を申し出た。チェイザレは俗世界の君主になりたかったんだ。アレクサンデルはチェイザレの願いを受け入れる。まあ、ホアンを葬ったのはチェイザレの指示によるものだという噂が流れていたんだがな。自分の野望のために手をかけたの？さっきも言ったが、真相は闇の中だぜ。もっともチェイザレはただの強欲な権力者ではなく、政治家としても有能だった。そんなチェイザレが大金を必要とするようになるとアレクサンデルは資産の没収を始めた。アレクサンデルは言いなりになってしまったの？チェイザレは暴力的で、父であるアレクサンデルですら手を出せなかったという。アレクサンデルは資金を調達するために各国の王家の離婚問題につけ込み、離婚の許可状を高値で売った。さらに税を二重三重に徴収して、現世の罪は金銭によってあがなわれるとし、職友情を販売する。これだけではなく、新しく枢機卿を12名任命して彼らから謝礼も受け取ったぜ。金銭であがなわれるわけないでしょ。悪度すぎるわ。こうして得た資金をもとにチェイザレは、ロマーニャ征服を再開し、翌年には大部分を手中に収める。チェイザレが順調に征服を進める中、アレクサンデルは残った敵との戦いに身を投じる。それって、オルシーニ家？正解だ。アレクサンデルはオルシーニ家の枢機卿を獄死させると、その財産を没収した。しかし一部のオルシーニ家はアレクサンデルから逃げ延び、自身の居城に逃亡したぜ。アレクサンデルはチェイザレを呼び戻してオルシーニ家にぶつけたが、彼らの抵抗は激しかった。最終的にはルイ12世の仲介によって両者は和解したがオルシーニ家の根絶という野望は果たせなかった。こうなると仲介に当たったルイ12世が邪魔者になる。オルシーニ家を滅ぼすチャンスを奪われたからな。アレクサンデルにはすぐにチャンスが来た。フランス軍とスペイン軍が衝突し、スペイン軍が勝利したんだ。こうしてイタリアにおけるフランスの力は弱まり、またボルジア家は再び自由に動ける力を手にする。アレクサンデルは教皇庁に80もの役職を創設し、それをすべて金で売った。いわゆる聖職売買だ。不都合なものは毒を盛られるか処刑されて、その財産はすべて没収された。チェイザレはマルケ地方も手中に収めたし、もう誰にもこの一族は止められないはずだった。はずだった？この年代に流行った病がボルジア家に衰退をもたらしたんだ。あ、マラリアね。ああ、アレクサンデル、チェイザレもマラリアにかかった。まだ若いチェイザレはともかく、70歳を超えたアレクサンデルは耐えきれなかった。史上最悪の教皇は病に打ち取られたのね。1503年8月18日にアレクサンデルはマラリアによって72歳で亡くなる。アレクサンデルの遺体は暑さのために腐敗して膨れ上がっていた。そして遺体は古い絨毯に包まれて、小さな棺に無理やり詰め込まれたという。誰からも慕われていなかったのがわかる最後だわ。